20世紀から21世紀へ、最強の座が受け継がれる。初マラソン世界最高の渋井が横浜に参戦。強豪ルーマニア、ロシア、前回優勝のケニアといった世界を相手に、日本が最強の座をかけ今決戦に臨む。この番組は新たな価値に便利で応えるセブンイレブン、ドライブ・ア・ドリームズ、トヨタ自動車、三井物産、三井海上、カネボウ、大正製薬、シャープと、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。セブンイレブンスポーツペ、最後のオリンピックでついに世界の頂点へと上り詰めた日本女子長距離陣、その礎となったのが初の国際駅伝、横浜国際女子駅伝でした。21世紀最初の大会、晴れ渡る今日の横浜はどんなヒロインの誕生を迎えるんでしょうか。それでは放送センターの解説をご紹介しましょう。日本女子長距離陣のパイオニア、増田明美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。増田さん、今回はどんなレースになるんでしょう。はい、今回は前半から混戦の予想がされますね。はい、日本も若手と先輩がうまく噛み合っていいチームですけれども、はい、ルーマニア、ロシア、それからケニアが強いですね。去年ケニア優勝してますからね。はいはい、日本の注目はなんといっても5区10キロを走ります渋井陽子選手なんですが、これが選手村を出る時の模様です。1月の大阪国際マラソンで初マラソン世界最高で優勝、それ以来の注目のレースとなります。ちょっと緊張しているんでしょうか。それでは出場17チームをご紹介します。シドニーオリンピックから半年、2年ぶり8回目のオーストラリア、10年ぶり3度目の優勝を狙う中国、ずらりワールドクラスのランナーを並びました。12回目の出場です。前回優勝のケニア、今回も自信満々。2区のエスタ・ワンジロはシドニーオリンピックマラソンの4位、文字通りのエースです。メキシコは95年3位、不気味な存在です。ポーランドは3年連続6回目の出場です。2位に終わること4回、悲願の優勝を狙うルーマニア、2区のオルティアムは先週の千葉国際クロスカントリーレースで並み居る日本人を抑えて優勝、日本の最大のライバルです。ソビエト時代から通算5回の優勝のロシア、久しぶりにメンバーを揃え上位を伺います。超人セルゲイ・ブブカのふるさとウクライナ、94年には5位に入っています。そして2年ぶりの優勝を狙う日本、2区高橋、4区川上の2人のオリンピックランナーに、5区マラソンの渋井、史上最強とも言われています。そして地域選抜は7チーム、去年2区でトップに立った近畿をはじめ、日本の底力を示している存在です。それではその選手を間近に見て実況する移動中継車をご紹介します。1号車解説は女子マラソンソウルオリンピック日本代表の宮原美里さん、実況は川村アナウンサーです。はい、宮原さん、日本の優勝を取り戻せますかね。そうですね、今年はもう日本チームの合言葉は V 奪回、はい、この合言葉をもとに、まあ、ロシア、ルーマニア強いですけれども、ケニアに向かってですね、爽やかな汗を流してくれると思います。期待したいですね。後続2号車は角田久美子アナウンサー、3号車は矢島学アナウンサー、以上でお伝えしてまいります。はい、さあ激しいレース展開が予想されるそのコースをご紹介しましょう。スタジアムをスタートし、山下公園の前を通り、本目の第一中継所までの1区は5キロ、2区はエースが集う10キロ、八幡橋、横浜プリンス、富岡公園を抜け第二中継所へ、3区は6キロ、
心臓破りの坂を越えるとそこは八景島シーパラダイスの第3中継所。ここで折り返し4区は 6.195 キロ、そして5区は10キロの長丁場。袋のエースが国道16号を北上しアンカーの待つ本牧の第5中継所へ。最終6区は5キロ、ゴールの横浜スタジアムへとつながる全区間 42.195 キロ、17チームによる大激戦を制し栄冠を手にするのは果たしてどのチームでしょうか。冷たい北風が吹く第一中継所には2人のシドニーの星が揃いました。シドニーオリンピック1万メートル日本代表高橋千恵美、その経験を生かした走りをしたいと話しています。対するケニアのワンジロはシドニーオリンピックのマラソンで4位に入ったランナー、果たしてどんなレースをここ横浜で見せてくれるんでしょうか。八景島シーパラダイスにある第3中継所です。選手はここを折り返して横浜スタジアムを目指します。注目は1万メートル日本最高記録を持つ川上優子、どんなスピードレースを見せてくれるんでしょうか。さてここ八景島シーパラダイスでは3月17日より白イルカとセイウチのジョイントライブ海賊バンドという世界で初めてのショーが始まるということで、こちらも注目されそうです。今日の横浜の海は穏やかなんですが、日本は激しい攻防戦を展開してくれるはずです。スタートまで20秒になりました横浜スタジアム。正午現在の気象が気温 8.3 度、湿度 37% ですが北の風 8.5 メートル、ちょっと風が出てきました。スターターは今大会の公演でもある横浜市の高秀秀信市長です。ナンバーカード10番が日本の上野。セブンイレブンスポーツスペシャル2001横浜国際女子駅伝、今スタートしました。選手はまず1周220メートルのトラックを1周と4分の3走っていきます。過去18回1区からトップ、そのまま優勝という完全優勝は5回しかありません。83年88年のソビエト、91年の中国、そして98年、99年の日本、この5回です。一人のランナーは早くも飛び出しました。メキシコの選手ですね。メキシコのマリア・バレンシア17歳、高校2年生、怖いもの知らずという勢いで飛び出していきました。日本の上野の表情が見えます。ナンバーカード5番、バレンシア17歳、20歳のボーイフレンド、それがとってもかっこいいんですと、そう自慢していましたバレンシアがいきなり飛び出しました。ここで集団に吸収されようとしています。日本の上野は集団のほぼ真ん中にいます。トラックには坂田の種から提供されましたプリムラ3500鉢があります。大会終了後観客の皆さんにプレゼントされることになっています。集団が一塊になろうとしています。ここで横浜スタジアムを後にしていきます17人のランナーです。かつて第2回84年には気温0度2センチの積雪の大会がありました。今年の横浜は2度の大雪があったんです。1月20日に9センチ、27日には17センチ、北国の人にとってそのくらいの雪でなんだと笑われてしまうかもしれませんが、都会の横浜にとっては記録的な大雪でした。さあ選手は横浜公園から港へまっすぐ伸びます全長750メートルの港大通りに出てまいりました。駅伝はよく先手必勝と言われます。メキシコの選手がいきなり飛び出しましたが、86年のノルウェーは1区7位、87年のポルトガルは10位と出遅れて優勝しています。ただその時にはそれぞれイングリッド・クリスチャンセン、ロサモタという歴史に名をとどめるスーパーエースの存在がありました。増田さん、一塊になりましたね、はい、かなり今回は 1キロ通過早いと思いますね、はい、いつもスタジアムが絨毯で走りにくいんですよね。ですから最初はゆったりなんですけども、メキシコの選手がかなりいいペースで引っ張ってますね。集団が一つの塊になりました。17人の集団がそのメキシコのバレンシアを追うようにして、ややいつもの大会よりはペースが早いんでしょうか。この画面の右側バレンシア、ナンバーカード6番はポーランドの25歳のミハルスカ、そしてナンバーカード14番ハチマキをしているのが高校生須磨学園2年近畿の田川智美。地域選抜もこの1区では侮れない存在ですからね、はい、もう絶対に差を10メートル以内で渡すんだってことみんな言ってましたんで、はい、かなり気合が入ってますね。日本の上野は非常にいい位置にいると思います。集団の前方やや後ろの方というところでしょうか、ちょうど真ん中あたりでしょうか。ナンバーカード10番が日本ナショナルチームの上野です。
この上野は99年のユニバシアード 5000m の金メダリストです。まもなく最初の1キロを迎えます。11人が塊です。今1キロを通過しましたね、川村さん。はい、最初の1キロが3分20秒という入りになっています。まずまずの入り、まあ、最初が人工芝絨毯敷であるということを考えれば、はい、普通のペースになってきたと言っていいと思います。はい、去年が3分23秒ぐらいでしたからね。はい、さあ選手が海岸通りに出てまいります。この駅伝と同じ83年にその開発が始まりました、みなとみらい21です。今回の大会もここにありますヨットの帆をイメージしたインターコンチネンタルホテルを大会の選手村としています。選手はこの横浜海岸通りを走っていきます。あ、選手が見えてきました。選手は開港広場前を通過していきます。ペリー提督率いる黒船来襲から横浜に港が開かれまして140年です。今では年間の貿易総額が9兆円という日本一の港、その横浜を走っていきます11人の選手。選手が1人遅れ始めました。やはりロードに出ましてペースが上がってきますね。上がってきましたね。でまた今日は風も強いですし、日差しがかなり強そうですね。影を見てましたね。はい、さあ横浜で最も横浜らしい場所、横浜公園通りに入ってきます。ナンバーカード15番中国四国チームの真鍋優子が遅れました。したがって現在集団は16人になっています。画面の中央、ちょっと背が低い赤いタスキをかけているのが日本の上野です。川島さんも頑張ってますね。はい、川島は画面一番手前、緑のユニフォーム、東海北陸の選手。そしてこの人が日本の上野。今ルーマニアがこれでスルスルっと前の方に出てまいりました。川島がここで先頭に出ました。緑のユニフォーム、東海北陸、川島明子23歳。まあ、この人は日本代表に入ってもおかしくないぐらいの力を持ってますからね。はい、この前の北京駅伝でも優勝した時の原動力になりましたね。そうです、先週行われました北京国際駅伝では日本ナショナルチームのユニフォームを着ています。したがって今日はこの日本チームに負けないというような意地があるでしょう。はい、その川島が飛ばしています。開業から12年、横浜港をひとまたぎにする横浜ベイブリッジです。今週の金曜日に横浜港には豪華客船オーロラが横浜にやってきます。ご覧の映像は映画タイタニックでも使われました20メートルクレーンカメラからの映像です。かつて太平洋の女王と言われました氷川丸、248回の太平洋横断の後、ここ山下公園に係留。40年にわたり市民の憩いの場となっています。完成から70年、現存する客船としては世界一古く、この氷川丸がギネスブックに掲載されるその予定もあると聞いています。年間300人が訪れる山下公園、高度成長期に使われていました埠頭と結ぶ貨物船の線路が撤去されまして随分きれいになりました。その山下公園の前を選手が走っていきます。もちろんその景色を楽しむ余裕は今日はないでしょう。高さ106メートル、地上にある灯台としては世界一のマリンタワーです。おととしペンキの塗り替え工事をしまして、美しいランナーたちにも負けない優雅な姿で選手を見送っています。2キロを過ぎました。現在先頭は東海北陸の川島明子です。セブンイレブンスポーツスペシャル2001横浜国際女子駅伝第一中継所では日本のオリンピックランナー高橋千恵美が待っています。7チームが遅れています。この中にはしっかりと日本ナショナルチームの第1区の走者上野、含まれているんですが、宮原さん、この先頭集団の走りいかがご覧になりますか。はい、なんといってもですね、10チームの中で6チームが選抜チームですよ。地域選抜なんです。やはりこの女子、日本の女子陸上界のね、レベルアップをすごく感じますね。そうですね、はい、特に意欲的にナンバーカード14番の近畿の田川智美、この辺りがですね、意欲的に引っ張っています。非常に腕振りリズムをして走ってますね。そうですね、2キロは3分19秒というスピードで刻んでおります。まあ、比較的安定したペースとこの先頭集団は言えそうです。そうですね。はい、さあ
日本の上野ももちろんこの集団にいますが、その上野のレース前のインタビューをご覧いただきましょう。あんまり考えすぎると全然自分の走りができなくなるんで、後半にすごく心強い先輩方がいるんで、なるべくもう先頭に近い位置でっていうことで考えてます。ちょっと汗をかいている感じの上野ですが、しかしそれにしても地域選抜がこの中に大勢いる、本当に日本の女子長距離陣というのは成長しましたね。はい、もう本当に底上げされてますよね。はい、やっぱりこういう勇気のある走りっていうのが次につながっていく上でもいいですよね。ちょっとまた集団が分かれそうな感じになってきましたが、後続の様子を聞いてみましょう。2号車角田さんです。はい、現在ナンバーカード5番メキシコにつけています。15位です。その横今1人抜きました。ポーランドを抜いてメキシコが14位に上がりました。ポーランドが15位に落ちました。先頭とはすでに40メートル以上の差がついています。いきなり飛ばしたメキシコ17歳、ちょっとここは遅れてきました。表情は険しくなっています。3号車矢島さんはどうですか。はい、現在3号車は16位の中国四国真鍋優子、そしてそこから5メートル遅れた北海道東北の菅野勝子につけています。現在 3.3 キロ地点を通過したところでありますが、離されました。この後3号車抜きつ抜かれつの激戦、ごぼう抜きなどをダイナミックにお伝えします。はい、さあそれでは前の状況はどうでしょうか。後方からずっとカメラ前に引いてきまして、1号車川村さんです。はい、この先頭集団から今先頭飛び出しましたのがナンバーカード1番オーストラリアのスージー・ワルシャン。身長は168センチ50キロ27歳の選手なんですが、その長身を十分に生かしたダイナミックなフォーム。今ついてくるランナーをちょっと見やりました。ついているのがナンバーカード14番近畿の田川智美、そしてその右手にはナンバーカード10番期待の日本ナショナルチーム上野がしっかりついています。そして中国もしっかりとついています。さあこの4人が今先頭集団を形成しようというところであります。先ほど中間点の通過が8分4秒というタイムでした。まあ、はい、区間記録と考えますとそんなには速くはないんですけれども、しっかりとペースです。はい、さあそれでは待ち受ける第一中継所海老原さんです。はい、冷たい北風が吹いている第一中継所です。高校1年生の時に地域選抜チームのメンバーとして初めて横浜を走った高橋千恵美、その時からいつか日の丸をつけて走りたいと思っていたそうです。対するケニアのワンジロです。シドニーオリンピックのマラソンで4位に入ったワンジロ、果たしてこの後エース区間の2区どんなドラマが待っているんでしょうか。さあ高橋チームの表情も変わってきました。お、動きがありますね。川村さん、船越さん、上野が出ました。日本ナショナルチーム期待の第1区の走者上野が出ました。戦前上野が話していました。素晴らしいメンバーが揃った日本ナショナルチーム、そこで駅伝の鉄則は序盤しっかり流れをつかむこと、自分には重責があります、そして役割があります、そう話してましたが、宮原さん、その指名通りの飛び出しになりましたね。そうですね、序盤本当に控えめにして、ここで一気に今まで故障して走れなかったその鬱憤をですね、晴らすようなそういうリズムで走ってますね。そうなんです。まあ、なんといっても2年前までは快進撃を続けました、この上野。ただ測定筋、足の裏の筋肉の手術がありまして去年は低迷しました。やはりここでもう一回自分のスタート節目をこの横浜でという気持ちがあるようなんですよ。そうですね、いいタイミングでスパートをかけてます。そうですね、そして2番手5メートルほど後方につけているのが中華人民共和国、そしてオーストラリア、そして14番地域選抜近畿の田川も、皆さん頑張ってますね。頑張ってますね。最初リードを取ったの田川さんですからね、頼もしい選手ですね。はい、この上のポーカーフェイス、表情はほとんど変わりません。ただこの上野の走り、本当に小出監督、積水化学の小出監督は将来日本記録を出すような選手になる、間違いなくいい素材だと太鼓判をしているんです。それだけの力を秘めています上野理恵、序盤の力をしっかりなんとかこの日本に取り戻そうというその走り、去年はわずかわずかその差詰め寄ったんです。一時は12秒まで詰め寄った、ただ届くことはありませんでした。2年目の優勝なるかどうか、まずはこの1区、この上野が残り 500m を切りました。また腕の振りが大きくなりましたね。そうですね、きっとですね、前々回95年に走った時には少し応援の少ない区間だったんですよね。今回はこれだけ応援の多いところ走れてますから、はい、きっとこう嬉しい気持ちが今ラストスパートにつながってるんだと思いますよ。上野の後方にはおよそ 10m の差、中国、そして近畿選抜、オーストラリアと続いています。ただもうこの残りの3チームとはすでに10メートル以上の差をつけようという、もう20メートルぐらいと言っていいかもしれません。素晴らしい差をつけました。まず上野、プレッシャーに負けることはありませんでした。
自分は緊張しています、そう一昨日話をしていました。ただそんなことはこの走りから全く伺うことはできません。のびのびとこの横浜の青空の下楽しそうに、そして今ちょっと表情は険しくなりましたが、まあ自分の役割を果たしたという走りと言えましょう。さあいよいよこれから2区を迎えようというところです。したがって優勝候補の中ではルーマニアとケニア、この2チームが遅れています。さあ待ち受ける第1中継所、海老原さんです。第1中継所で高橋チームさんが待っているのは本当に心強い、少しでも上の順位でたすきをつなぎたいと話していた1区の上野理恵。天使の羽に6月の誕生石ムーンストーンをあしらったピアスをつけて、この高橋チームにたすきを運んできます。トップで姿を現したのは日本の上野理恵です。姿が見えました。右手にしっかりとその赤いたすきを握りしめています。待ち受けるのはオリンピックランナーの高橋千恵。さあ今日本が5年連続でトップでたすきを渡しました。タイムは15分47秒、手元の時計で15分47秒。2位が近畿です。で中国が2位、3位に近畿です。4位に今オーストラリア、そして5位に関東東京、6位にロシア、そしてイギリスが続きました。8位に東海北陸、9位に神奈川です。続いてやってくるのが九州選抜です。九州選抜が今たすきを渡しました。九州が10位です。1位日本、2位中国、3位近畿、4位オーストラリア、5位関東東京、6位ロシア、イギリス、東海北陸、神奈川、九州と続いて今11位でルーマニアがようやくたすきリレー、メキシコがたすきを渡してワンジロが出ていきました。ケニアがようやくたすきリレーです。続いてやってきたのがウクライナがたすきを渡しました。ケニアとルーマニアが遅れました。ケニアとルーマニアを大きく引き離して高橋チームが独走しています。続いて第1中継所やってくるのは残り3チームですが、ポーランドがやってきました。第1中継所ポーランドが15位でたすきを渡しました。今ポーランドが15位でたすきを渡しています。残るは中国四国選抜と北海道東北選抜です。残るランナー2人のランナーです。さあ今ちょっと疲れたが中国四国の真鍋優子、今たすきが渡りました。トップとの差は1分18秒差。16位が中国四国、そして17位、最後のランナー北海道東北が今たすきを渡しました。北海道東北がたすきを渡しました。第1中継所17チームがたすきリレーを終えています。トップは日本でした。さあそしてケニアのワンジロがスタートしていますが、2号車ですね。はい、中継所を過ぎた段階でもう1チーム抜きました。ケニアが現在11位です。12位でたすきを受けたワンジロが11位まで上がりました。ルーマニアが12位です。優勝候補の2チームが現在11位ケニア、12位ルーマニアということになっています。はい、したがって増田さん、はい、右ルーマニアオルティアヌ、左ケニアのワンジロという、まあ、世界選手権オリンピックでもおなじみのランナーがこの横浜でものすごい対決ですね。そうですね、もうどういう展開になるか楽しみですね。この辺の駆け引きの様子とかっていうのはもう日本の選手にとっても大変参考になると思います。ほぼ同時に助けを受けたこのワールドトップクラスのランナー2人、非常に注目です。そして画面は1号車に戻りました。高橋千恵美、第2区スタートいたしました。ただ宮原さん、はい、第1中継所では6秒の差があった、それがもう4秒と詰まっていて、後続見ますとナンバーカード2番の中国の鄭慶華、そしてナンバーカード8番のロシアのペトロワ、ナンバーカード14番近畿、去年この区間で大活躍した西村と詰めてきてますね。はい、しかしまあここはですね、しっかりと集団を組んでですね、あのペースを持っていった方が意外と安心かもしれませんよね。あ、そうですか、はい、ということはもし高橋がこの先吸収されることがあっても、はい、そこからまたスタートだと見ていい。はい、それはもう予測していることだと思いますので。なるほど、はい、それで不安になることはないと思います。さあ高橋チーム、日本ケミコン、シドニーでは1万メートル日本代表でした。そして15位という結果に終わりました。今最初の1キロを通過しています。3分8秒という入りになっています。はい、ちょっと早いかもしれませんが、さてこの2人の対決はどうか。今度は矢島さんがつきましたね。はい、11位のルーマニアにつけています、ユリア・オルテアヌ、旧姓ネグラです。横浜は6回目、11人抜きという歴代1位のごぼう抜きの記録を待つこのオルテアヌ。オルテアヌが先ほどケニアと並走していたんですが10メートル離しました。現在11位がルーマニア、そしてルーマニア、このオルテアヌの前10メートルに九州選抜の姿が見えてきました。九州選抜尾崎幸恵まであと5メートルというところまでルーマニアが迫っています。今1キロを通過しました。さあそして画面は1号車です。先頭の高橋千恵美、今沿道寄りからセンターライン寄りにそのコースを変えています。
この走り自体は宮原さんどうご覧になりますか、はい、今ちょっと近づいてきましたね。そうですね、やはりこれはですねしっかりと自分の区間のコースの下見をしているということですよね。なるほど、前を読んでそのコース取り少しでも1センチでも1ミリでも短く走りたいのが選手たちの心情です。なるほど、さあここで高橋が今後続に追いつかれます。今高橋を後続が捉えようというところ、ナンバーカード14番近畿選抜の西村美幸、今西村美幸が先頭をかわしました。トップが地域選抜の近畿、西村美幸がやはりここ得意だという意識があるんでしょうか、出ました。そして今それに続くようにしてロシアです。ロシアのペトロワが2位、高橋をかわしました。現在3番手に下がったのは日本ナショナルチームの高橋、そしてその後1メートル後方にはナンバーカード2番の中国の定型化ということになりました。先ほどの宮原さんの話で言いますと、この後に高橋がしっかりと先頭についていけるかどうか、そういうことですね、高橋さんの最初の1キロの入りも3分10秒切っていますのでかなり早いです。ということはこの西村さんの最初の1キロの入りちょっと測れなかったんですけども、それよりも上回って入ってるわけですから、はい、そうです、3分ちょうどでしょうね。画面は3号車です。船越さん、はい、オルテア抜きました。すごいですね、九州とですね神奈川を一気に抜きまして2人抜きました。現在9位に上がったルーマニア、ユリア・オルテアヌです。力強さがあります。そしてさらに引き離そうとしています。その差が10メートルつきました。ユリア・オルテアヌ 1.5 キロ地点で2人抜きました。矢島さん、はい、後方のワンジロはその後ろの選手に追いつかれそうな感じ。そうですね、ワンジロ本来の調子からちょっと遠いみたいですね。カーブがありますんでね、その姿、また2人このオルテアヌが抜こうとしています。東海、北陸、さらにはイギリスです。ワンジロ選手、ね、15メートル差がついていますが、その差がみるみるうちに少なくなってきました。これはルーマニアのオルテアヌがごぼう抜きの記録ということになるかもしれませんね。先頭は日本の高橋チームから奪い返した近畿の西村、去年に続いて先頭です。横浜国際女子駅伝エース区間の2区に入っています。2001年の横浜国際女子駅伝、21世紀に迎えて現在2区、まもなく3キロを迎えようというところ、先頭を引っ張っているのは地域選抜ナンバーカード14番近畿の西村美幸です。そしてピタリとついているのがナンバーカード8番のロシアのペトロワ、いずれも力のあるランナーが素晴らしいペースで飛ばしています。この西村が最初の1キロを3分、次の1キロをまた3分ということで、素晴らしいペースなんです。宮原さん、そうですね、あの西村美幸さんの持っている15分52秒23の 5000m の自己記録から言いますと、ちょっとかなり速いペースではあるんですね。なるほど。そして日本ナショナルチームのこの2区10キロ長丁場任されました高橋チームがもうすでに5秒遅れているんです。そうですね、はい、はい、さあその高橋の走りも心配ですが、さあ第一中継所インタビューの準備ができたようです。河合さん、はい、1区区間賞を取りました上野理恵選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。狙ってましたか？いえ、もう狙うというよりは行けたら行くという形で、本当にもう自分の調子次第でと思ってたんで、本当にこんなに走れるなんて思ってなかったんで嬉しいです。チームにとっていいスタートになりましたね。そうですね、みんなにプレッシャーかけられてたんですけれども、まさか行くで、まあ、1位で渡せるとは思ってなかったですけど、まあ、後半にはあの私のチームの後輩もおりますし、あの川上先輩とか渋井なんかもいますので、本当にいい走りをしてくれると思います。はい、一言あのこれからの選手にお願いします。もうゴールで待ってるんで、信じてるんで、早く行ってください。はい、1区区間賞を取りました上野理恵選手でした。さあちょっと高橋が遅れ始めましたが心配です。そして角田さん、2号車オルテアヌですね、はい、そうです、ルーマニアオルテアヌが関東東京の岡本由美子を抜いて5位に上がりました。11位で助けを受けたルーマニアオルテアヌ、現在5人抜いて5位に上がりました。3キロ地点を通過して9分30秒で3キロを通過したオルテアヌです。さあ現在ルーマニアが上がってきました。このオルテアヌは11位でタスキを受けて6人抜き、11人のごぼう抜きという記録を持っています。さあそしてもう一人のワールドクラスランナー、ケニアのオリンピック4位ワンジロはどうか。矢島さん、はい、
現在ワンジロとですね、ウクライナのビロボルが並ぶように11位争いです。ワンジロの1キロの入りが3分8秒、その後3分17、3分15、それほどペースが速いというわけではありません。そのワンジロの前10メートルにイギリスが見えてきました。このイギリスが現在第10位ということになります。シドニーオリンピックマラソン第4位のエスタワンジロ、2連覇を狙うケニア、不気味な存在です。はい、ケニアどうでしょうか。ワンジロ選手は神戸で20キロで世界記録出してますよね、はい、その後にケニアに1ヶ月帰って23日に帰ってきてるんですね、ですから、まあ、あの充電期間があるってことと、あと時差の関係で多分これは今日動かないのではないかなと思います ね、 なるほどね。このワンジロがここでブレーキというになりますと連覇を狙うケニアは苦しくなります。さあ八幡橋に先頭が来ました。去年もこの2区でトップを奪った近畿選抜の西村、ロシア並んでいます。そして日本の高橋との差はどうか。この走りはこのものどうですか。高橋さんはね、今マラソン練習してるんですね、はい、でこういう レースも練習の一環としてやって、昨日一昨日20キロ走ってるんですよ。ですからさすがにバネはないですけども、もうあの1万メートルのスピードでマラソンを走りたいっていう練習の中の過程ですから、はい、今日は仕方がないと思いますね。近畿、ロシア並んで通りました。日本、そして中国、この4位まで八幡橋を通過しています。その後ろにルーマニアがいるんですが、オルテアヌと先頭との差はどうでしょうか。さあ来ました、ルーマニアのオルテアヌ、34歳の大ベテラン、しかしワールドクラスランナーであることは変わりません。トップとの差は47秒、したがってこのタスキを受けた時には40秒との差が日本とありました。日本との差は縮まっていますが、先頭との差は広がっているということになります。そして1号車です。あ、変化がありますね、川村さん。はい、ここでナンバーカード8番のロシアのペトロワがその近畿の西村のすっと前に出ました。この今ロシアのペトロワと後続の日本ナショナルチーム第3位の高橋との差が10秒、徐々に広がっている状況です。ただ西村のペースが先ほどまで相当1キロ3分ペースで良かった、満を持しているわけではないんでしょうが、そのアイペースからまたペトロが出ましたね。そうですね、西村さん、さすがにこの辺でペースが落ち着いてくるんですね、はい、しかしそれに少しイラついているような状況で今スパートしましたね、はい、このペトロはそして近畿の西村ともに区間記録を塗り替える可能性は十分にあります。そして宮原さん、はい、心配なのは高橋なんです。そうですね、第3位の日本ナショナルチーム、やはりこの駅伝の後のハーフマラソンにある程度ポイントを置いてるから 80%、 よくても 80% の出来だということを言ってましたからね、はい、ただその 80% をちゃんと出し切るということが泉監督の、はい、あの考えでしたから、まあ、その通りに行ってしまってるんですかね。そうですね、泉田監督も期待しております。この高橋は1万メートルでシドニーで惨敗を喫しました。そして今回はこの横浜をまた一つ節目のスタートにしたいと言っていました。ここでナンバーカード8番のロシアのペトロワ出ました。これは西村のペースが落ちているのか、ペトロワが上げたのか。ペトロワ選手が上げている走りですよね。上げていますね、はい、やはり足の蹴り、足首からの蹴りが少し動きが変わってきましたね、はい、なるほど。さあ画面は3号車です。はい、ワンジロやっぱり来ました。あ、ワンジロとオルテアヌが並ぶようにして 2.5 キロ地点あたりでイギリス、そしてオーストラリアを抜いて現在この2人が9位争いです。そしてこのワンジロ、ビロボルの前九州が実は見えているんです。その先に九州選抜の尾崎幸恵を捉えながら2人でペースを作っています。すでにオーストラリア、イギリス、それを離しまして20メートル差がつきました。はい、したがって増田さん、はい、まあ、本来の調子ではないとしても体が温まってきてエンジンがかかってきたかなと、そんな感じですね、はい、あの後半もっと伸びてくると思いますよ、はい、さあ画面が再び1号車です。相変わらずこのロシアのペトロワの力強い走りが続いています。先ほどちらっと後方の第2位の西村を見やりました。そしてまたすぐ前方を向きまして、ご覧のような歯をぐっと見せるような険しい表情。ただ走りはあくまで力強いロシアのペトロワです。このペトロワ11歳と8歳の2人の娘さんを持っています。結婚してその後一旦この陸上競技をやめたんですが、その後やはり仲間の活躍を見てもう一回戻りたいということで現役に復帰いたしました。このロシアのペトロは間もなく中間点の5キロを迎えようというところ。川村さん、はい、先頭のロシアと日本の高橋、今差はこれどれくらいですか。ですね、手元でおよそ15秒です。15秒、そしてずっと後ろには2号車が見えますから、はい、あそこにルーマニアがいるわけですね。そうですね、この後やはりその戦前の評判の高かったチームがどれだけ追い上げてくるのか、そしてもしかすると日本ナショナルチームの高橋がその後続に吸収されるということがあるかもしれません。ちょっと高橋が心配な状況なんです、はい、画面一番奥黄色いユニフォームがルーマニアのオルティアヌ、
そして赤い白いユニフォームが日本、一番前がロシア、直線道路で前が見える状況になりました、はい、こうなると選手というのは頑張りが出てくると言いますが、後続はそうですね、力が湧いてきますよね、はい、特にこの30メートルぐらいの距離っていうのは一番追い上げやすいと思います。今中間点を通過しました。2区は10キロです。ロシアのペトロワが後ろを気にしています。まだ中間点ですが表情がちょっと変わってきました。そして黒いユニフォームが西村です。ニューヨークマラソンも優勝してますよね。ですから後半にガタッと落ちることはないと思うんですね。ペースがかなりキック力もあっていい走りですよね、はい、そのペトロワが先頭です。近畿選抜の西村が2位です。ここに高橋がいます。少し差が出てきました。後半には上りもあるこの2区、2区は走ったことのある高橋はコースを十分熟知しています。上りがあります。大丈夫でしょうか、はい、高橋さんは宮城県でも宮城のチベットっていうクロスカントリーコースでかなりインターバルトレーニングもしてますので、はい、むしろ上りは得意にしてると思いますよ。ご覧のように世界陸上では5位に入りました。ただ去年のオリンピックでは15位、満足のいく成績ではありませんでした。この駅伝でまたもう一度世界選手権、そしてオリンピックを狙っていく、そのスタートラインにしたいという高橋千恵美、トップでタスキを受けましたが現在は3位です。さあ画面は2号車に変わります。現在4位の中国、丁慶華につけています。27歳、ペースは落ちていないんですがだんだん顔が赤くなってきました。足元を見て走っています。ちらちらっと前を行く日本、3位日本を見ています。前日本との差は15秒、およそ80メートルほどあります。この中国の、ま、旦那さんはおととし結婚したんですが中国人ですが同じ日本の実業団にいるということで、はい、日本で暮らしています。ま、日本で強くなったランナーですね、はい、でまたチームメイトがみんなこのテイさんがプラスアルファの練習、腹筋でも背筋でもコツコツやるんで、はい、日本選手がいい影響を受けてるってことを監督話されてましたね、はい、さあ先頭はロシアですが選手の右手には横浜プリンスホテルが見えてきました。今回もこの横浜プリンスホテルに放送センターを置き移動中継車4台、テレビカメラ33台、スタッフ350名により全国31局ネットでお送りしています。選手は画面中央に見えます磯子駅とプリンスホテルを結ぶこのプリンスブリッジの下を通過することになります。あ、もう通過していますね。さあ画面は先頭1号車です。今先頭を引っ張りますのはロシアのペトロワ、そしておよそ50メートルを置いて近畿の西村、そしてまた同じような50メートルの間隔で第3位日本の高橋千恵美と続いています。それではここで選手を先導する白バイをご紹介いたしましょう。神奈川県警の女性白バイ隊ホワイトエンジェルスから、まずはセンターラインより石原真希巡査、白バイ乗務2年1ヶ月、この大会の先導は初めて、選手の頑張りをミラー越しに見て応援しながら私たちもベストを尽くします。続いて歩道寄りです。秋山智子巡査長、この大会2回目の先導は光栄であり緊張しています。選手とともに頑張りますというふうに話をしています。沿道にはたくさんの皆さんの声援があります。さてトヨタ自動車は排出ガスの極めて少ないエコハイブリッドカープリウスで今大会をサポートしています。さあペトロワが相変わらず快調なペースで飛ばしています。先ほど中間点でタイムを取りましたらばちょうど区間記録を上回る1秒2秒か上回るようなペースで進んでいるんです。そうですね、非常にいいペースで走ってますね、増田さん言った通りやはりもうマラソンを経験しているママさんランナーですから、はい、非常にペース安定したリズムで走っているようです。安定感がありますね。そうですね、私の長いマラソン人生そして競技人生の中で足りないものはやはりそのオリンピックの金メダルだけだと、それを取るまではやめられないと話をしています。さあおよそ100メートルほど遅れました。現在2位が近畿選抜、第3位がこの高橋千恵美。さあ高橋千恵美が何といってもこの10キロ任されたからには序盤の流れをしっかり作ることが大事なんだ、まずキーポイントはこの2区、任された限りは頑張ります、そう話をしている高橋。さあこの後一体どこまで食い下がっていけるのか、3区以降は強力なメンバーが控えている日本ナショナルチームです。はい、先頭はロシア、そして日本は現在3位です。2001横浜国際女子駅伝、現在エースの2区、第2中継所、選手は待っています。
そのレシート収容人員7万人、日本最大のスタジアム横浜国際総合競技場です。来年の6月30日にはサッカーのワールドカップ決勝の舞台となります。そして日本の予選リーグ第2戦も行われる予定です。さあ先頭争い、ロシア現在トップ、近畿が2位、日本が3位です。そして中国、さらにはルーマニア。近畿がしかし毎年毎年本当によく頑張りますね。そうですね、西村さん特に今回調子いいですね。はい、去年はこの2区でトップに躍り出ました近畿が今年もまた2位と大健闘しています。注目のケニアはちょっと遅れました。したがって優勝争いということで言いますと、ルーマニアまでの5チームということが当面の優勝争いということになると思います。さあ先頭のロシアから近畿を挟んで高橋です。画面が2号車になります。3位が日本高橋千恵美です。横浜8回目の出場です。前を行く近畿とは9秒、およそ50メートルほどの差があります。そしてその前を行くロシアとの差、日本とロシアの差は130メートルほどあります。日本は3位です。前回99年この2区を走って区間賞を取っている高橋千恵美、前をしっかりと見て走っています。独特のピッチ走法で走っています高橋です。したがって増田さん、はい、西村前を行きます。近畿と高橋の差はちょっとずつですが詰まってきてます ね。西村さんはちょっとオーバーペース気味でしたね。千恵美さんはいつも助けをもらってからトップスピードで行ってしまうんですね、力んでしまうことを反省してましたので、ちょっと今回は前半は抑えめに行ったのかもしれないですね。はい、この後 7.8 キロポイントからずっとだらだらと1キロの上りがあります。ここでペースが戻ってくるようでありますと後半の追い上げということも期待できます。現在3位の高橋日本です。そして画面は3号車です。優勝候補の一角と思われたケニアが遅れています。現在第9位、ケニアとウクライナが並んでいます。そしてですね、船越さん、はい、地域選抜検討しています。九州選抜の尾崎幸恵が現在第8位なんですが、先ほど尾崎ワンジロにですね40メートルまで近づいてきたんですよ、ワンジロが。しかし、はい、今尾崎がそのワンジロを離しています。現在80メートル差です。したがって矢島さんね、この九州選抜も頑張っていますが、はい、その前には東海北陸、さらにその前には関東東京と、ここ3チーム地域選抜が固まっているということになってますね、はい、さあ画面は再び先頭に戻りました。川村さん、はい、だらだらとした上りに入りました。杉田の交差点を過ぎてから鳥水塚の交差点はずっと上ってまいります。ちょっとペトロアのペースが序盤のハイペースから落ちてきました。そしてその後高橋千美との差が先ほど手元で測りましたらば、およそ22秒あります。さあおよそ130メートルの差、果たしてこの後詰めていくことはできるんでしょうか。このペトロア、アトランタオリンピックの1万メートルは第14位でした、はい、そしてこれまでニューヨークマラソンの優勝があります。選手は1キロのダラダラとした上り、標高差20メートル、ビル7階分を登っていくということになります。さあ2区も残りが少なくなりましたが、待ち受ける第2中継所はどうでしょう、馬場さん。はい、トップロシアの3区はエレナ・ザドロージュナヤ23歳。5000メートルの持ちタイムは今大会出場の選手の中でベスト3に入る選手です。そして追う日本の吉田香織、ジュニアでは2度日の丸をつけていますが、今回はその重みが違う、ただそれが力になると笑顔で話す伸び盛りの19歳です。あ、いつもはピンが1つですが、今日はスペシャルで2つつけています。まあ、社会人1年生の吉田です。本当に可愛らしい選手ですよね。あの高橋直子2世と言われています。所属チームは同じ積水、その吉田が3区に待ち受けています。さあ上りの走りはどうでしょうか、川村さん。はい、また一段と緩やかな上りからちょっと険しい上りに入りました。まさに歯を食いしばっての力走ということがありましょう。ここからは近畿とそして日本ナショナルチームの高橋が見つめています。はい、さあ選手の前方には大正14年に完成しました全長100メートル片道がそれぞれ独立しましたトンネルの日本初の複式トンネル、富岡トンネルです。トンネルを抜ければ鳥水塚の交差点、左に曲がれば一気に今度は下りが待っています。さあ川村さん、トンネルに入りますね。はい、全長およそ100メートルのトンネルに入りました。今暗がりの中にその姿を隠そうかというこのペトロは、トンネルの中をこのオレンジのカクテル光線に照らされて、ただあまりにも大胆大きなストライド、両の手の腕の振りは非常にはっきりとしています。ここまでもう上りを克服してフラット、そして左にカーブを取りますと下り、宮原さん、はい、
上りの影響はほとんどありませんでしたね。ありませんね。上下動も、髪の毛の揺れ具合を見るとそんなに激しくありませんね。ただ呼吸が5秒に1度ぐらいこう吸い込んでた、呼吸法がですね、今ちょっと2秒に1回ぐらいになってますから、やはり心肺機能としてはかなりきつい状況になっていると思いますね。はい、さあ2号車もトンネルですね。はい、そうです。今トンネルを抜けました。2位の近畿西村美幸です。上り坂、顎をしっかりと締めて手をぐっと握っています。その後ろから日本の高橋千恵美が迫ってきました。先ほどまで9秒下がったんですが、今5秒差です。4秒この上りで詰めました。高橋千恵美がどんどん迫ってきています。さあこうなりますと増田さん、はい、今度は下りが待っています。高橋に余力があるとすれば一気に追いつくところまで行くかもしれませんね。そうですね、やっぱりこの下るまでに追いつかなきゃダメですね。そこは勝負どころって彼女も話してましたから、はい、ただ西村さんも毎朝ゴルフ場で練習しながら脚筋力をつけてるような選手ですからね、そんなに簡単には追いつかれないと思いますよ。はい、さあ実力同士前を行きますのは近畿の西村。さあ左に変わって今度は下りになります。高橋が出てくるか、ここで出てきます。これだけの差があります。これが現在2位と3位、2位前を行きます黒い近畿、3位後ろ白と赤のユニフォームナショナルカラーの日本です。さあ画面を再び1号車に戻ります。大きなストライド、そして大胆な腕の振り、その力強さは変わりません。ロシアのこのペトロワです。区間記録31分34秒、これを破ることはまだ可能性は十分に残っています。去年作られたキャスリングレバ、ケニアが作った31分34秒、これをまたエース区間2区10キロ、去年作られたばかりのほやほやの記録を塗り替えるんでしょうか。今左にカーブを取ったところからぐっ下りに入りまして、またそのストライドが大きく伸びてまいります。戦前から今回のロシアは強力布陣、優勝も狙えるという評判が高かったこのロシアのエース区間ペトロは任されまして、今トップでタスキリレーを狙おうというところ。はい、さあ画面は2号車です。西村地域選抜頑張っています。近畿が現在2位です。前回もこの区間を1位で通過した西村美幸が頑張っています。差が縮まりそうで縮まりません。そして3号車です。ルーマニアが中国を抜きまして現在4位です。富岡トンネルの手前の上りでギアを入れ替えたのはユリア・オルティアヌでした。ルーマニアが4位に上がっています。従ってオルティアヌは7人抜きということになりました。この前が日本の高橋千恵美、そして近畿の西村、そしてその前に先頭ロシアのペトロワという順位になっています。角田さん、差があまり縮まらないですね。いえ、差がですね、先ほど5秒あったんですが1秒縮まって4秒差になりました。4秒差になりましたか。日本の高橋が追い上げてきています。さあ残りはもうほとんどなくなりました。画面は1号車です。自分の人生では何といってもマラソンで金メダルを取りたいんだ、 42.195 キロ、それをトップでゴールしたいんだ、オリンピックで。その気持ちがある限りこの人にとっては10キロの長丁場苦ではなかったようですね。ちらっと後ろを気にしているところがですね、こう勝負にやっぱり徹しているというところ現れてますよね。そうなんです。これまで3回後方を振り返りました。強力な近畿選抜、そして日本ナショナルチームが追っている、そのことは知っています。振り返ったということはおそらく疲れがあるんでしょう。さあいよいよ区間記録塗り替える夢を乗せてこれから中継所を迎えます。さあ区間記録の達成はなるかどうか、第2中継所馬場アナウンサーです。歯を食いしばって走ります。10キロを走ってきたロシアのペトロは残すところあと間もなく100メートルになります。去年のニューヨークマラソンロルーペも抑えて優勝したこのペトロはこれまでに5人抜きでトップに立ちました。ここ数年序盤で出遅れていたロシアが第2中継所13年ぶりにトップで飛び込んできました。待ち受けるのはエレナ・ザドロージュナヤ23歳初出場です。共にオリンピック金メダルを目指す強豪ロシアが今第2中継所トップでたすきリレー。そして続くのは近畿です。今年も近畿頑張りました。西村美幸大健闘、去年初出場で日本トップ、そして地域選抜として初めてトップでこの中継場に来た、その自信を胸に今たすきリレーです。トップとの差15秒、そして日本が3位です。日本の高橋千恵美から吉田香織にたすきが渡りました。日本はこれまでに55秒差をここから逆転したことがあります。トップとの差はまだ20秒で追いかけていきました。続いて現れましたのが4位です。優勝候補のルーマニア、ルーマニアのオルティアヌが7人を抜いて今4番目でたすきリレー。トップとの差43秒です。
今年も近畿選抜が活躍しました。この第2中継所、続々と優勝候補が入ってきます。続いては中国、タスキを外しました。中国の低経過、日本の実業団で活躍している選手から王春梅へタスキリレー、5位で中国がタスキを渡しました。近畿選抜と日本の争いが続いています。レースは3区に入りました。さあ画面は第2中継所です。第2中継所、また地域選抜が飛び込んできました。6番目に東海北陸です。トップとの差1分30秒。あの高橋尚子も走った東海北陸の3区、大石智恵がスタートしました。続きます、関東東京が7番目、岡本由紀子から赤羽由紀子にたすきが渡りました。8位、九州です。地域選抜が頑張っています。地域選抜として4チーム目の九州が8番目に尾崎幸恵から中里恵美子へたすきリレー。トップとの差は2分4秒です。さあ次に準備しているのはナンバーカード15番、中国四国です。中国四国が今9番目でタスキリレー。すでに地域選抜5チーム通過して、ケニアはいませんね。ケニア、無事に渡りました。10番目ウクライナ、11番目ケニア、なんとかケニアうまくタスキはつながりました。以上11チームが通過しています。第2中継所です。さあ2位争いです。角田さん、はい、現在第2位が近畿選抜田中真由美なんですが、後ろから日本の吉田香織が迫ってきました。その差が2秒です。だいぶ縮まりました。日本が間もなく抜こうというところです。田中真由美、前を行く2位の近畿選抜田中真由美は初出場。そして後ろから日本の赤いタスキをかけた吉田香織が田中の左側から抜こうと仕掛け始めています。これはもう追いつきそうですね。そうですね、はい、第2中継所です。中継所12番目で来たのはオーストラリア、そしてすぐ後ろからイギリス、イギリスが先にタスキリレー、12位イギリス、そして13番目にオーストラリアがタスキリレー、はい、船越さん、日本が今に近畿選抜を抜き去りました。3区1キロ地点で日本が2位に上がりました。日本の吉田香織です。155センチと小柄な体で2位に上がりました、はい、日本の吉田が2位、その前をロシアが走っています。さあそして第2中継所です。第2中継所14番目はポーランドです。ポーランドがトップとの差3分45秒でタスキを渡しました。続いてメキシコ15番目、10キロ最後踏ん張りました。15番目にタスキリレー、メキシコです。そして残り2チーム来ましたね。はい、残り2チーム地域選抜です。まず地元神奈川が一歩リードしていますが、北海道東北も踏ん張っています。地元の意地を見せたい神奈川、そしてなんとか初めての一桁順位をと言っていた北海道東北、16番目神奈川、そして北海道東北17番目にタスキリレー、なんと4分18秒で全チームが通過していきました。さあ全17チーム通過、そして日本は2位に上がりました。日本はこの後オリンピックランナーの川上、そしてマラソンの渋井、この2人が待っているだけに、吉田が頑張れば、あるいは日本の V 奪回という可能性があります。横浜国際女子駅伝、現在レースはすでに3区に入っています。川上が待っています。セブンイレブンスポーツスペシャル、エリとマリの頑張れ女子駅伝優勝チーム当てクイズ。今大会の優勝チームとご希望の商品名などを記入してご応募ください。抽選でトヨタアレックス XS150、 シャープ液晶カラーテレビアクオス、ミズノアスレチックウェアとウェイブライダー2001のセット、リプトンレッドストレート T1 ケースなどが当たります。また惜しくも抽選に漏れた方にもセブンイレブンでお買い物ができる今大会オリジナルプリペイドカードが3000名様に当たります。ふるってご応募ください。ではセブンイレブンからお知らせです。セブンイレブンには栄養ドリンクがずらり勢ぞろい。疲労回復に栄養ドリンク、二日酔いに胃腸ドリンク、風邪気味の時に内服液、いろいろ選べる栄養ドリンクはセブンイレブンで。セブンイレブンから嬉しいお知らせ。
飲み物買ってきたよ。ありがとう。じゃん、今セブンイレブンのレシートでボスザウルスが当たります。サントリーボス全品など対象の飲み物7本以上を含む2500円分のレシートを集めてご応募ください。セブンイレブンだけのオリジナルボスザウルスが抽選で1000名様に当たります。セブンイレブンで集めて当てよう。セブンイレブンいい気分。対象制約です。2001横浜国際女子駅伝第2中継所を通過してロシアがトップ、近畿2位でしたが、すでに日本の吉田香織がかわしまして、現在日本が2位を走っています。3位が近畿になりました。そしてやはりこの地域選抜が今年も本当に活躍していますね。そうですね、もう近畿地方はあれですね、大学生も実業団もみんな強いんで、はい、土壌もかなり出来上がってきてますよね。そして10キロの長丁場を走った上でもう最下位との差がまだ5分ないというところがすごいですね、はい、本当に素晴らしいですね、はい。ペトロワは31分41秒、区間記録には7秒及びませんでした。さあ画面は2号車です。はい、現在第2位日本の吉田香織です。所属する積水化学の小出監督から小さいのに頑張る、飛び跳ねるように走ることから牛若丸とあだ名をつけられた吉田香織です。身長155センチ、足のサイズが23センチなんですが、このところの練習で足が少し大きくなって 23.5 になったと喜んでいました。現在前を行くロシアとの差は30秒、およそ200メートル弱あります。さあその日本の吉田がこの後どこまで追い上げていくのか、非常に安定した走りに見えますけどもね。とっても、ね、軽やかで風を感じるいつも走りなんですよね。はい、まあ、大食感でスリムというところがキューちゃんの高橋尚子そっくりだということですが、さあ第2中継所インタビューができました。柴田さん、はい、去年は区間2位で力走、そして今年も素晴らしい走りを見せてくれました近畿選抜の西村選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました。今回のご自分の走り振り返ってみていかがですか。レース前は絶好調というわけではなかったんですけど、まあ、ほとんど追い風だったのでそこそこ自分でも走れていたと思います。3位でタスキを受け取ってあっという間にトップに立ちましたね。もう私は前半から突っ込んでいくとあとは波に乗れるのでその作戦で行こうと頑張りました。現在ですね3位に落ちてしまったようなのでぜひメッセージをお願いします。力強いやつお願いします。今のベストの状態をしっかり出し切れるように頑張って、それでいい結果を狙っていきたいと思います。近畿選抜の西村選手でした。はい、現在先頭はロシアです。ザドロー・ジュナヤ、まあ、陸上のインストラクター23歳、来日は4回目という何かこう走りを見せますとすごい力強い走りですね、はい、足首がキュッと締まってましたね、はい、やっぱクロスカントリーで随分と鍛えてるようですね、さあその調子はどうなんでしょう。川村さん、はい、船越さん、中間点が9分12秒という素晴らしいハイペースで飛ばしています。またこれも区間記録に迫ろうかという勢いなんですが、宮原さんいかがですか。はい、非常に安定した走りをしてますね。さすがに最初の入り1キロ2分59秒でしたからね、はい、そこからしましたら急にペースダウンしましたけれども、今目の前に白バイの選手のリズムに合わせて、そうですね、前だけを見つめ出してますね。日本との差はおよそ30秒です。はい、したがって9分12秒倍にしますと18分24秒、区間記録の18分57秒を大きく更新することになります。さあ吉田も中間点に入りましたね。はい、現在中間点を通過して9分39秒で通過しました。沿道からは逆転できるぞという声に時折応える吉田香織です。さあそして追ってくるルーマニアはどうか、3号車矢島さんです。はい、ルーマニアは現在第4位、そしてこのルーマニアイオレニアバシレの後方に迫っているのが中国です。中国の王春梅、タスキを受けた時はルーマニアと21秒あったんですが現在6秒まで縮まっています。ちなみにこのルーマニアイオレニアバシレからは直線道路に入りまして前を行く近畿、さらには日本の背中まで実は見えるんです。不気味な存在ルーマニア、そして中国、今中間点を通過しました。この中国の王春梅は大学3年生、横浜も3回目になります。まあ、今回は日本で化粧品を買おうとい
というような話をしています。さあ画面が2号車日本の吉田です。はい、両サイドを毎回カラフルなピンで止めて走っている吉田香織ですが、今回は特にカラフルなレインボーカラーのピンで髪を止めて走っている吉田です。時折手をだらんと落として肩の力を抜いて走っています。この横浜は2回目、前回は関東東京選抜で出場し、今回は初の日の丸で走っています。積水化学の1年生です。高橋尚子に憧れて夢を追いかけたいからと頑張っています。吉田香織2位です。はい、さあそして3号車矢島さん、はい、どうやら王春梅が抜くようです。ピタリと5メートルつきました。現在4位のルーマニア、ヨレニア、バシレ、そして王春梅がセンターライン側から並びました。中国が順位を1つ上げます。中国が前に出ました。王春梅4位に上がりました。4位が中国、そして5位ルーマニア、さらにこの王春梅、近畿、さらには日本に襲いかかろうと今スピードを上げていきます。中国がここで上がりました。中国はこの後5区10キロには高超過という世界選手権代表のランナーがいますから怖いですね、はい、また追い上げてきそうですね。はい、さあその王春梅、中国が4位に上がっています。さあ日本の吉田、レース前のインタビューをご覧ください。本当の日の丸っていうのは初めてみたいなもので、こんな豪華メンバーの中に入れることがもう本当に奇跡っていうか嬉しいで、あとは、うん、迷惑をかけないように頑張りたいと思います。非常にキュートな女性なんですが、まあ、好きな食べ物はと聞きますとカレーライスとかハンバーグとか、子供の好きなようなものが好きなんですと、そう話していました。可愛らしいけれども本当に目がね、8年先を見ている目標がはっきりしているっていい目をしてますよね、はい、牛若丸って言われてましたけども、この聡明さとか凛しさの面でも牛若丸だなっていつも感じますね、はい、19歳社会人1年生です。先頭を行きますロシアとの差はこれだけになりました。さあ情報からちょっと見てみましょう。選手は国道357号線をまっすぐと海岸、八景島シーパラダイスの方向へ進んでいきます。年間500万人が訪れ、数ある世界のテーマパークの中では13位にランキングされているという八景島シーパラダイスが見えてきました。船越さん、はい、先ほどルーマニアを抜いた中国が今近畿を抜きました。中国が第3位に上がりました。王春梅、これで2人抜いたことになります。これはものすごい勢い、あの前を見据えるというよりは足元を見ていますが、すごいですね。すごいですね、このピッチがすごいですね、はい、無駄がないですからね。大学生です。さあ待ち受ける第3中継所の様子を見てみましょう。町田さん、笑顔の川上優子がここ第3中継所に到着したのが11時30分。今回の横浜は補欠にもありましたが、すでにエドモントン世界陸上のマラソン代表に内定している土佐玲子と談笑するシーンも見られました。吉田を今や遅しと待ち受ける川上がどこまで追い上げていくんでしょうか。それに対するは現在トップのロシアのトマチはシドニーオリンピック 5000m13 位、川上は 1万m10 位でした。この4区は 6.195 キロ制するのはどちらでしょうか。今回は控えに回っている土佐も今この第3中継所にいるようです。選手の前方折り返し、第3中継所のあります八景島です。この八景島ではアジサイ2万本が栽培され、6月にはアジサイ祭りも行われます。さあ選手が進んでまいりました。この後八景島の取り付け道路、ここは上りになります。標高差10メートル、ビル3階分を上ることになりますが、画面は先頭です。ロシアの3区エレナ・ザドロージュネア、これまで世界クラスの大会での実績はほとんどありませんが、ここの1キロを3分のイーブンペースできっちりと走り抜けています。表情はほとんど変わりません。区間記録に迫る走りです。さあ区間記録の達成はどうなるんでしょうか。2001横浜国際女子駅伝、日本の川上、この人が日本の命運を握っています。さあ先頭のロシア、ザゾロージナヤはすでに八景島への取り付け道路に入っています。ビル3階分、標高差10メートルを駆け上がっていきます。シーパラダイスです。この道路からは晴れ渡りますと遠くに富士山をはっきりと望むことができます。今日はしかしやや風が強くなっているかもしれません。
先頭はロシアです。そして日本、3位に中国、さらにルーマニアが後方から上がってきました。先頭ロシア、区間記録の更新の夢を持っています。走りはどうでしょうか、川村さん。先ほど横風がちょっと吹き抜けましたが、ほとんどその影響はありません。快調な走り、十分に区間記録を射程圏内に捉えているザドロージュネアです。さあちょっと口が開きました。ものすごい機関車のような走りです。さあ待ち受ける第3中継所、町田さんです。大会史上過去18回のうち折り返し地点となるここ第3中継所をトップで通過したチームがそのまま優勝したのは実に12回、一番優勝に近いチームということになります。雨風がともに強く荒れ模様となった昨日の横浜の海、今年の横浜女子駅伝も波乱含み荒れたレースになるんでしょうか。今たすきが渡りました。トップでロシアがたすきリレー、ザドロージナヤからトマチュア、今トップでロシアが第3中継所をたすきで終えています。町田さん、はい、手元の時計で18分25秒の区間新記録が出ましたね。区間新ですね。前回大会中国の力が出した18分57秒、それを大きく上回る区間新。ザドロージナヤ、順位やタイムに関係なくとにかくベストを尽くしたいと言っていたザドロージナヤ、どうしてどうして素晴らしい記録が出ました。18分25秒、27秒も上回りました。そして問題はこの後現在2位の日本、どのくらいの差でやってくるか。まだこちら第3中継所、私から肉眼で捉えることはできません。どのくらいでこのトップロシアとの差を詰めてきているんでしょうか。すでにこのロシアトップが、ロシアが通過してから30秒以上が経過しています。さあ今タスキを取りました。タスキを取った、待っているのは川上優子です。川上優子、シドニーオリンピック1万メートル日本代表10位でした。96年アトランタからオリンピック世界選手権すべてに日本代表と出場した川上優子、その川上が世界の走り、世界の舞台で戦ってきた川上に今タスキが渡りました。吉田香里から川上優子、日本が第2位でタスキリレー。トップの差は1分16秒、1分以上開いてしまいました。さあこの1分16秒というこのタイム差、ここから川上が追い上げていきます。そしてその後やってきたのは中国です。中国王新杯からタイエンエン、今タスキを取って今渡しました。中国唯一のマー軍団のメンバータイエンエン、タスキが渡っています。横浜初です。横浜女子では初となります。記録はタイムよりも世界のランナーからとにかく学びたいと言っていた中国のタイエンエン、中国が第3位で第3中継所を後にしています。さあその差は1分16秒、先頭はロシア、そして日本の川上優子、2度のオリンピックを経験している川上が追い上げます。そして中継所です。第3中継所第4位でやってきたのがルーマニア、バシレからボテさん、今タスキが渡りました。第4位でルーマニア、そしてその後ろ近畿選抜チーム、田中真由美から河合です。今タスキ渡りました。地域選抜チームとしてはトップでタスキを渡したことになります。第5位で近畿選抜チーム、田中真由美、時間は20分30秒、すでに、トップが通過してから2分以上2分20秒ついています。はい、さあ増田さん、はい、日本としてはこの2度のオリンピックを経験した4区川上、そして初マラソン世界最高の5区渋井、この2人でロシアを捉えないと厳しくなりますね。厳しいですね。1分以上あるってことはかなりきついと思いますけども、はい、今の調子から言ったら不可能ではないと思うんですね。かえってこういう距離がある方が燃えてくるかもしれないですね。はい、さあ中継所です。続いてやってきたのは第6位東海北陸、東海北陸の大石から長江咲彦へたすきが渡りました。第6位で東海北陸、そしてその後続いて関東東京赤羽から清水へ、失礼しました、第7位は九州です。九州選抜チーム梶原から寺山、今たすきが渡りました。赤羽19分59秒、トップのロシアが通過してからはすでに3分以上経過しています。さあ日本ナショナルチームキャプテンの川上の走りはどうか。2号車です。現在第2位です。風が強く吹いています。選手の左肩から右肩方向に北風が吹いています。冷たいです。25歳の記念にピアスを開けたという川上優子です。そして中継所です。中継所やってきたのは中国四国チーム、梶原あゆから寺山遥へ、
17歳から15歳へのたすきリレーでした。そしてこちらがケニア、チェベトへとたすきが渡っています。チェベトからオンゲラへとたすきが渡っています。続々とランナーが通過していきます。ここまで10チームがこの第3中継所を通過しています。たすきを渡しています。トップとの差はもう4分開いています。そしてウクライナが第11位、その後第12位、12位でイギリス、ギルからネイラーへ。ここまで13チーム、残すところあと4チームとなっています。今ちょっとタスキを落としました。ギルへタスキが渡りました、はい、そして1キロを通過しました日本の川上です、はい、この1キロを3分8秒で走りました。そして後ろに中国が見えてきています。その差が23秒差あります。しかし川上もしっかり手を握りしめて、ぐーっと握りしめて前を見つめて走っています。第2位の川上優子です。アトランタオリンピックは7位、そしてシドニーオリンピックは10位に入っています川上ですが、レース前のインタビューです。今回もうチームで一番上だということで、いろんな、まあ、経験してきたこともなんか一旦置いといて、今回はこう本当に感じたままのものを吸収して帰りたいと思ってます。1万メートルのトラックではアトランタ、そしてシドニーと経験しました。アジア大会では金メダル、まあ、陸上関係者の皆さんの中では、はい、さあ今度はマラソンに移行するだろうという話もあったんですが、はい、本人はですね、やっとトラックが見えて気がすると、もう一度アテネでトラックでという思いがあるようですね。やっぱりこの1万メートルにこだわりたいという気持ちが、ね、強くて、誰よりも30分台で走りたいって、はい、それがあってのマラソンだと思うんですね。ご覧のように31分9秒46というのは1万メートルの日本記録です。これをなんとか30分台に、日本人で初めて30分台に入りたいというのが今の川上の夢です。当面の目標はこの夏の世界選手権だと話しています。さあ先頭との差はどうなんでしょうか。画面は1号車です。今直線道路に入りまして、後方2位の日本のナショナルチームが肉眼でなんとか目を凝らすと捉えられるかというところになってまいりました。ロシアヨックのランナーはタチアナ・トマチュアです。25歳、164センチ、シドニーオリンピックでは 5000m13 位という記録を残していますが、宮原さん、はい、先ほどまでのペトロワ、そしてペトロジュナイアと比べてみますとちょっと重そうな足に見えるんですが、そうですね、今までの選手バネを使ってキックで走っていましたから、そう見えるんですけれども、彼女やはりピッチ走法少し腰が低い、外国の選手にしては低い位置で走ってますから、そう見えるだけであって、立教も一緒にやったラップ的には3分4秒で入ってます。そうなんです。決して遅くはありませんよ。そうですね。その後の2キロもほとんど同じようなペースで走っているということで、見かけよりも実際の数字はそのスピードを証明しています。さあどうなんでしょうか。さて今大会はオフィシャルドリンクとしてサントリーより大会選手村及び大会関係者に飲み物を、南部市場からはフルーツのご提供をいただいております。また神奈川陸上競技協会、横浜市陸上競技協会、神奈川県総友会など2000名を超える方々で運営されております。大会の記録連絡用のコピー機ファックスはシャープにご提供をいただいております。横浜国際女子駅伝、日本が追い上げていますが、川上の走りはどうでしょうか。角田さん、はい、この区間を走る川上優子、この区間で一番背の低い152センチという小柄な体で頑張っています。自他ともに認める気の強い女性と言っていますが、前をしっかりと見つめて走っています。今2キロを通過しまして6分38秒で通過しました。日本の川上優子です。25歳、いつも若手と言われていないのにキャプテンになるなんてとびっくりしたような表情をしてましたけれども、はい、でもチームはよくまとまってますよね。川上さんがリーダーでみんな安心して臨んでますよね。さあその日本を追う中国あるいはルーマニアはどうでしょうか。矢島さん、中国のタイエンエン、1キロの入りが3分11、そしてその次が3分21でした。この中国タイエンエンから後方目を見張りますとルーマニアの姿が約100メートル以上離れています。まだ中国と日本の間は差がありますから、この中国後半の巻き返しが期待されています。中国のタイエンエンは21歳です。横浜は初めてになります。
まあ、実はあの日本食は苦手というふうに話しておりまして、海外遠征ではお隣韓国のキムチ、このキムチが大好物で必ずキムチを持ってきそうですね。そうなんですか。はい、その21歳のタイエンエンが日本を追っていますが、そこはかなりの差があるそうです。2001横浜国際女子駅伝、現在4区に入っています。日本はキャプテンの川上、2度のオリンピックを経験しています。セブン日本最大級1500席の小型クルーザーヨットを係留できる横浜ベイサイドマリーナです。現在のアウトレットブームになりましたモールもあります。ちなみにこのアウトレットモール、日本ではおよそ20あるんですが、本場アメリカは400以上あるそうです。今上空ヘリコプターから情報が入ったんですが、場合によってはちょっと多少雪も舞っていると。やはり舞ってますね。かなり気温の方は下がってきました。風もあるというふうに聞いています。かなり降ってますね。そうですね、体感温度がかなり下がりますから、はい、それとウォーミングアップに気をつけないと筋肉動かないですよね。12時現在は気温が 8.3 度あったんですが、かなり下がってきているかもしれません。ご覧のように第3中継所1分16秒の差です。この1分16秒という差はどうですか。はい、川上さんと渋井さんでしたら追い上げることができる時間だと思いますね。はい、現在日本はキャプテンの川上、そしてこの後第5区10キロ長丁場に初マラソン世界最高の渋井陽子が控えています。そして現在ロシアなんですが、第3中継所まで終わったところで99年日本がマークしましたこの大会記録を大幅に上回る素晴らしいペースで来ています。さあ画面は1号車です。その素晴らしいペースを確かにこの4区タチアナとマチュアは受け継いでいます。先ほど中間点9分30秒、単純に計算で2倍しますと19分ちょうど、区間記録わずかに2秒遅れるペースということで、宮原さん、という景色を見ながらの走りになってますね。そうなんですね、非常に余裕がありますね。呼吸の乱れを感じさせませんもんね。はい、いずれにしてもここまで本当に区間記録に迫るようなそういう走りを見せている、もしくは上回っている。そうです、ね、粒が揃ってますね。ロシア、そうです、ここ風向かい風ですよ、はい、かなりきついはずなんですが非常にいいペースで走ってます。はい、25歳のトマチはこの束ねたブロンドの髪が後方に風で長引きまして非常に美しい走りになっています。ただそのスピードは非常に素晴らしい、区間記録に迫る走りトマチはです。ロシアは強いです。さあ追い上げる日本はどうか。2号車です。3キロの通過をの3キロ2キロから3キロの1キロ2分54秒と追い上げています。前を行くロシアとの差が徐々に縮まっています。そして後ろを走っている中国、最初は23秒差あったんですが、もう100メートル以上の差がつきました。日本の川上優子、しっかりとペースを上げて前を行くロシアを追っています。1キロの区間タイムが3分を切るというのは、これはもう箱根駅伝の男子レース並みということになりますね。本当にそうですね。このちょっと下ってはいるんですけども、はい、走り方も力強いですからね、今日本当にいいですね、川上さん調子が。普通のレースで言いますと、個人レースで言いますと3分を切るようなペースは明らかなオーバーペースになりますが、しかしここは前を追うのでちょっと無理してでもということになりますね。やっぱりそれがタクシー、タスキにかかっている自己責任とね、はい、なんとかして待ってる人にって気持ちなんでしょうね。キャプテンとしてのその責任感もタスキに重みを感じているでしょう。画面は3号車です。日本から遅れること300メートル、中国のタイエンエンです。そして今スマコスさん、細かい雨が降ってきましたね。白い手袋をしているタイエンエン、そのタイエンエンの後ろにルーマニアのボテザンです。その差が、中国とルーマニアの差が100メートルになってきました。やはりヘリコプターの上空では雪、それがまあ地上に降りてきて細かい雨になっているということになるんでしょう。現在これが3位の中国、そして後ろを振り返りましたが、後ろからは4位のルーマニアです。この中国の前に日本、さらにその前にロシアということになっています。中国とルーマニアの差はこれだけの差があります。100メートルぐらいはあるでしょうか。さあ画面は1号車に戻ります。はい、4区ロシアのランナーはタチアナ・トマチュア、また先ほど左の沿道の方景色を見やりました。もうタスキを渡された瞬間から後方はほとんど意識しませんで、何か自分の中でペースを作りながらという淡々とした走りになっています。そうですね、非常に滑らかな柔らかい走りをしてますよね。そうなんですね、
私は今度のアテネオリンピックではぜひ 5000m で金メダルを取りたいという話をしている、世界を視野に入れたこのトマチュアです。さあトマチュアはちらっと時計を見やりました。待ち受ける第4中継所、日本は渋井がいるんですがどうでしょうか、柴田さん。はい、現在トップの座をロシアに許している日本ですが、ここ第4中継所には先月の大阪国際女子マラソンで初マラソン世界最高記録を樹立した渋井陽子が待っています。今年は勝負どころの5区10キロ、疲れは残っていますが昨日はよく眠れた、期待に応えられるように走りたいと言っています。去年も横浜国際女子駅伝を走った渋井、去年は前を追うのに精一杯であまり記憶が残っていないんですと、それぐらい必死に追い上げたそうですね。やっぱりいつも彼女は集中力がもう普通じゃないですから、はい、やっぱりそうだったんですね。したがって沿道の景色あるいは沿道の声援というのはほとんど記憶に残っていないという渋井です。さあその渋井に一体どのくらいの差で渡すことができるんでしょうか。日本のキャプテンオリンピックランナーの川上です。この5キロを15分55秒で通過しました川上優子です。先ほどの風が強かったせいかタスキを1回締め直しました。しっかりと後ろのパンツのところに畳を入れたんですが、またこの走りで出てきてしまいました。徐々にペースを上げて前を行くロシアを追いかけます。日本川上優子です。152センチ40キロ25歳、5年ぶりの日本ナショナルチームでの出場です。母一人子一人ここまでやってきました、まあ、お母さんのためにも走りたいそう話している川上優子、今一度1万メートルで日本記録を樹立したいということです。さあ残りが少なくなってきましたね。先頭です。はい、残り500メートルを切りました。先ほどから沿道の景色を見やりながら腕時計に視線を落としました。今戦っているのは後続のランナーの気配を感じないということは、このトマチュアが狙っているのは区間記録の更新なのかもしれませんね。宮原さん、その記録を塗り替える可能性はまだ十分にあります。そうですね、ここから少しスパートかけないと今区間新までギリギリというところですかね。そうなんです、少し切り替えてほしいですね、はい、果たしてそのギアはトップにこれからまたさらに入るんでしょうか。まだトップのギアは残しているんでしょうか、このトマチュアの走り。それにしてもここまで淡々と素晴らしいイーブンペース刻んでまいりました。まさに80年代は中長距離王国を築いたあのソビエト連邦からロシア、さあその伝統を引き継いで強いロシア、いよいよこれからまたトップでのタスキリレー。さあ区間記録は18分58秒、去年ロシアのパンティキョワが作っています。ちょっとコースをジグザグ走っていますが、第4中継所柴田さんです。2区で 6位から1位に一気に上がったロシア、ソ連時代を含めると5回の優勝経験を持ちます。ここ最近は振るいませんでしたが、7年ぶりの優勝に向けて第4中継所をトップで通過することは間違いなさそうです。今グリゴリエワが待っているのが見えています。イエローのタスキを待っています。そして今映っているのがトマチュア、沿道の声援を受けながらトマチュアが今タスキを取りました。イエローのタスキを取って今渡しました。ロシアが1位で第4中継所通過です。さあ続いて出てきたのは渋井陽子、日本ナショナルチームの渋井陽子です。趣味は笑うことというとても明るい性格の渋井陽子、昨日はよく眠れたと言っています。さあ走る川上の表情も変わってきましたね。角田さん、はい、もう口がずっと開いたままです。前をしっかりと見ています。もう残り 400m を切っています。日本の川上優子です。第3中継所ではトップロシアと日本の差は1分17秒ありました。それにしても増田さん、はい、渋井陽子は早くからこの中継所のタスキ渡しのポイントに来ましたね。来ましたね、やっぱり意気込みが伝わってきますね、かなりウォーミングアップを長くやってたようですね、はい、さあ従って渋井としてはもうとにかく早く来てくれ川上さんという感じで、すでにもう第4中継所で待ち受けています。最後の粘りになりました。まもなく第4中継所になります。柴田さん、はい、この第4中継所ナショナルチームトップでのタスキリレーはなりませんでしたが、過去には51秒差をひっくり返して優勝を果たしたチームもあります。川上優子もすでに手にタスキを握りしめています。レッドのタスキをしっかりと握りしめて今渋井がガッツポーズを出しました。もう間もなく第4中継所日本ナショナルチームのタスキリレーが行われます。渋井が今手を挙げて合図を送りました。川上優子から渋井陽子に今タスキがかかりました。トップとの差は1分36秒です。
さあ初マラソン世界最高の渋井へとタスキが渡りました。しっかりとまずタスキをお腹に入れてこの辺りをついています。その差は1分37秒と広がっています。そして3号車変化がありますね。はい、第3位で中継所に飛び込むのはどうやらルーマニアですね。残り 300m というところで大遠泳を捉えたボテザンが前に出ました。しかし大遠泳も粘っています。まもなく中継所です。さあルーマニア中国並ぶようにして第4中継所です。さあルーマニアと中国どちらが先にタスキリレーを行うんでしょうか。右側に行ったのがルーマニアです。ルーマニアが微妙に前に出ていますね。中国抜くことはできるんでしょうか。第4中継所3位で通過するのはどちらのチームか。ルーマニアでしょうか。ルーマニアが3位でタスキリレー、そして続いて中国です。トップとの差は2分35秒です。これまでロシア、日本、ルーマニア、中国の4チームが通過しました。さあルーマニアと中国、矢島さん、これまた激しいつばぜり合いということになりそうですね。はい、今タスキを受けてですね、両者ほぼ同時に渡されましたので非常に3号車から見てましても気迫が感じられます。ルーマニアはゲラシム、そして中国はトウ・チョウカ、同じようにこれもワールドクラスです。さあ日本の期待はこの人に集まってしまいます。渋井陽子です。走り始めましたね角田さん。はい、アテネ五輪への出場、渋井五六でいうところのアテネることが目標、行きたいのではなくて行くんですとハスキーな声で話す渋井陽子です。今渋井の左肩の方から強い風が吹いています。そして冷たい雨も降っているんです。だからちょっとうつむきながらの走りとなっています。さあ画面は第4中継所です。はい、近畿選抜が入ってきました。近畿選抜5位で中継所に飛び込んできました。もう間もなくタスキリレー、今タスキが渡りました。トップとの差は3分45秒です。そしてその後には東海、北陸、九州、この辺りがやはり地域選抜が続きますね。はい、はい、見えてきました。九州です。九州が6位、ギリギリになってやっとメンバーが揃った九州です。今タスキが渡りました。九州6位でタスキリレーです。まだ後続のランナーは見えてきません。はい、さあ勝負区間5区10キロですが先頭はロシアです。はい、この第5区のグリゴリエは最初の1キロがゆっくりとした上り、そして3分13秒というペース。宮原さん、そうですね、彼女の力からしますと遅すぎない早すぎない、いいペースになってますね。どうしても4区までのロシアのランナーの入りが早いですので、はい、おそらくご覧の皆さんはちょっとこのランナー遅いかなと思うかもしれませんが、決してそんなことはありません。はい、オリンピックの経験もあります。はい、ただかなり気温が低くなっています。手袋とかもしてませんからね、そういう寒さで長丁場アクシデントがなければいいなって感じがしますね。宮原さん、今ちょっと右の脇腹を抑えました。第4中継所です。今東海北陸が行きました。21分11秒という長いの記録、疲れました。そして渋井です。はい、この1キロ3分10です。上りがありますから3分10、これは渋井のペースで大丈夫なんでしょう。そして雨の中に時折雪も混じるようになりました。この第5区です。昨年は10キロ区間を走った駅伝で2つの区間新記録を含む4000メートル区間賞でした。はい、関東東京が今タスキリレーです。8位で通過しました。関東東京8位です。そして去年優勝したケニアがこの後やってくるんでしょうか。はい、ケニアまだ中継所か、あ、見えてきました、見えてきました。ケニアの姿が見えてきました。去年は初優勝を果たしたケニア、今年は9位ですね。9位でタスキを渡しそうです。去年初優勝を果たしたケニア、今年も目標は優勝だと言っていたんですが9位で今タスキリレーです。はい、そして続いてウクライナです。ウクライナ11位でタスキを受け取ったんですが1つ順位を上げて10位です。今タスキリレーです。やはりトップとの差は5分58秒です。ケニアは乗れば強いんですが、はい、確認性もあります。ちょっとこう出遅れがありますと苦しくなりますね。今回は流れがちょっと良くなかったですね。さあ初マラソン世界最高を打ち立ったこの最初のレースになります。日本の渋井2001横浜国際女子駅伝勝負区間の5区10キロに渋井がスタートしています。今までの自動車保険を超えた自動車保険と聞いていますが、はい、家族みんなを交通障害から守るとは本当でしょうか。はい、自動車保険なのに。もちろん。あ、うん、そこまでやるか。詳しくは三井会場代理店へ。三井会場の新自動車保険は自転車、電車、飛行機などの事故までも保証します。自動車保険なのにですか。もちろん。
そこまでやるか。比べてお得。今すぐ三井会場代理店へ。Drive your dreams, Toyota. We have a situation. I need to hear that. Yeah, I'll be right there.今セブンイレブンではハム野菜サンド、ミックスサンド、ツナと卵サンドが嬉しい180円、とってもお得。セブンイレブン、いい気分。さらにペットボトル、カップラーメン、フィルムなどもお買い得。東京の醤油ラーメン勝丸、横浜の豚骨醤油ラーメン六角屋、あの有名店のうまさがカップになってセブンイレブンで買えます。さすがですね、セブン。うん、飲み物買ってきたよ。ありがとう。じゃん、今セブンイレブンのレシートでボスザウルスが当たります。サントリーボス全品など対象の飲み物7本以上を含む2500円分のレシートを集めてご応募ください。セブンイレブンだけのオリジナルボスザウルスが抽選で1000名様に当たります。セブンイレブンで集めて当てよう。セブンイレブン、さあ勝負区間の5区10キロに入っています。画面は3号車矢島さんです。はい、ルーマニアのゲラシムが中国の東張家を離しています。先ほど富岡トンネルの手前あたりで測りましたら、その差が13秒ありました。 100m 近くとは言いませんが、ルーマニアが東張家を離しています。したがって3位がルーマニア、4位が中国。矢島さん、はい、このルーマニアの前を日本の渋井が走っているんですが、この差はかなりあるんですか。そうですね、今乗り出してですね、3号車から見ているんですが、まだ渋井の姿は見えません。しかし、はい、このルーマニア渋井を追い上げているかもしれません。その差が3、はい、今2キロを通過しました。したがって日本の渋井は前後ろ見えない状況で一人旅ということになっているんでしょうか。2号車です。日本は2位です。その前を行くロシアはもうかすかに豆粒ほどの大きさでしか見ることができません、はい、渋井の目からは見えてないかもしれません。また今年も必死に前を追いかける、その展開になりました。それではレース前の渋井のインタビューです。日本代表っていうので緊張します。前に人がいれば抜く勢いで、後ろにいたら離す勢いで、美味しいところもらいたいと思います。レースの展開は前をいれば抜く、こちらの方になりました。渋井です。2時間23分11秒という初マラソンの世界最高記録、今年の夏の世界選手権代表を内定しています。まあ当てねることというのが陸上界あるいは世間一般でも有名な言葉になりましたが、とりあえずアテネオリンピックには出たい、いや出るんですと、うん、珍しく真顔でそう強く宣言しています。そうですよね、渋井さんって言葉は多く語らないんですけども、言葉の贅肉が取れてスパッと言うことが本当に自分の心理を上手に表現することができる選手ですよね、はい、今回の日本ナショナルチームの監督の鈴木監督、まあ渋井の所属します三井会場の監督でもあるんですが、はい、その鈴木監督がオリンピックまでに一回キューちゃんと高橋尚子と渋井を勝負させてもいいと、今なら勝つ自信が私にはあると、うん、そうはっきり言っていましたね、はい、絶対的なスピードに自信を持っていると思うんですね、はい、駅伝でも31分前半で走ってしまいますものね、ただ今日の感じでしたらまだマラソンが終わって一月ですよね。これって普通でしたら疲労回復の時期なんですね、はい、普通の選手は次のレースまで2月おきますから、かなり体は辛いと思いますよ。ただ駅伝になれば前がいます。少々無理をしているもということになります。この無理がまたランナーにとっては一つ一回り大きく成長するそのポイントにもなってきます。さあこれだけの差があります。直線道路になりますと後ろが若干見えるんでしょうか。画面1号車です。はい、確かに直線道路になりますとその2号車の姿がちらちらっと見ることはできます。さあ宮原さん、はい、このグリゴリアのペースなんですが、最初の1キロが3分13、その後落ちました、そしてまたこの後3分8と上げたという、はい、少しリズムがペースのリズムが取りにくいようですね、これは
この急激な気温の下がったことの影響だと思います、はい、しかし少し体が温まってきて、こう鼻をかんでる仕草が増えてきましたね。そうですね、体が温まってきますと割と鼻水が出てきます、はい、そういう意味では少しリズムはこれから取っていくのかもしれませんが、はい、かなりこう関節が少し硬い感じだな、寒そうだなっていうことがこう間近で、ね、感じられますね。先ほどから2回ほど右の脇腹をぐっと掴むような仕草を見せました。もしかしたらちょっとこわばりがあるのかもしれませんが、そうですね、どんな選手でもですね、これだけ気温が下がりますと走り出しに少し脇腹がキュッキュッと痙攣仕掛ける時があるんです、しかし早めに気づいて手で補ってあげればそれは元に戻りますから、なるほど、そういう状況かもしれませんね。シドニーオリンピック1万メートルでは第9位、そして自己ベストを記録いたしました。大舞台での度胸はこのシドニーでは証明されています。ただここでもし体に何かありましてペースが落ちますと、すかさず後ろから日本の渋井が迫ってくるという可能性もまだまだあるわけなんです。はい、もちろんあります。それだけにロシアではこの10キロでもう主導権を確立、これは絶対の条件になります。はい、したがって10キロの長丁場でまだ前半の4キロですから、明らかに表情がちょっといつもの表情とは違いますね。そうですね、ちょっと辛そうですね。はい、グリゴリエは27歳です。さあ勝負区間の第5区に入っています。オートバイカメラでちょっと後方から追い上げていこうと思います。これが現在6位の九州です。後藤由加子初出場になります。さあ前を行ってみましょう。九州選抜の前には前半大活躍しました近畿選抜です。近畿の加納由里、立命館大学4年生の後ろ姿が見えてきました。ユニバシアード1万メートル銅メダルという素晴らしいランナーです。この辺りは非常に活躍しています。そしてこの前を優勝候補と言われていました4チームが走っていますが、ちょっとこの辺り感覚があるようです。かなり気温が下がってきました。上空からは雨が落ちています。オートバイカメラがずーっと追い上げていきます。沿道にはやはりファンが小旗を振っています。まだ姿が見えません。さあ追っていきましょう、追っていきましょう。かなりの差がついています。この辺りはかなり規制されています。さあ移動中継車の姿が見えてきました。審判庁舎もあります。さあ見えてきました、黒いユニフォームです。中国です。中国の唐朝華、まあ陸上26歳になりました。好きなことをやらせてくれている両親に感謝している、そう話しています。この人も日本の実業団で活躍していますが、ちょっと今日は走りにいつもの力強さがないですね。そうですね、やっぱり寒いせいもあるんでしょうかね。全体的に当選細くなりましたね、はい、走り込みをかなりしていらっしゃるのかもしれないですね、今年は世界選手権の年です。ご覧のように世界歴代12位という30分台の記録を持っています。まだ日本人で1万メートル30分台で走った人はいません。さあ前を見ていきましょう。この前ルーマニアです。ルーマニアとは並んでスタートしたんですが、この区間でこれだけの差ができました。黄色いユニフォームが見えるでしょうか、3号車がつけているはずです。あ、第3中継車の姿は見えてきました。さあルーマニアの第5区ゲラシムの姿は見えてきましたね。矢島さん、ゲラシムですね、はい、中国とは200メートルくらい差がありましたね。ルーマニアのカメリア・アリナ・ゲラシムです。1キロの入りが3分15、その後3分12、3分9とペースを上げています。現在第3位のゲラシム、この1キロが3分15秒です。3分15秒、4キロを通過しました。ルーマニアのカメリア・アリナ・ゲラシムです。166センチ、45キロストライドが伸びています。はい、さあそのゲラシムの前が日本です。ゲラシムの前日本、先ほど前を乗り出してもなかなか姿を確認できないということでしたが、やはり相当差が広がっています。第4中継所では日本とルーマニアの差はかなりあります。1分の差がありました。あ、第2中継車が見えて、あ、見えました見えました、日本の渋井です。第2中継車、角田さんです。渋井は最初の1キロ3分10秒、次の1キロ3分18秒、そして3分10秒といいペースで刻んできています。渋井の強さは7キロを過ぎてからと、所属する三井海上監督で今回の日本の監督でもある鈴木監督が言っていました。2度目の横浜、これからの追い上げに期待がかかります。日
非常に明るい性格の渋井なんですが、まあ、お母さんの性格をそのまま引き継いだようで、お母さんは千里子さんというそうなんですが、いつも沿道に必ず来ているそうなんですよ。そうですね、で普通しっかりとか頑張れとか言うんですが、よっちゃん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 という名前の連呼で応援するそうです。その声援を聞きますと、また渋井にもパワーが戻ってくるかもしれません。もちろん今日もその横浜のどこかの沿道にいるはずです。2001横浜国際女子駅伝勝負区間の5区、日本の渋井が徐々に追い上げているという情報もあります。今セブンイレブンで画面は2号車です、はい、陸上界のアイドル渋井陽子を一目見ようと沿道のファンはガードレールから乗り出して応援しています。5キロを16分14秒で通過しました。この中間点16分14秒で通過した渋井陽子です。昨年は10キロ区間を走った駅伝で2つの区間新記録を含む4戦連続区間賞を取りました。しかしまだこの横浜では区間賞を取っていません。横浜での区間賞、そして日本の V 奪回へ闘志を燃やしている渋井陽子です。現在第2位です。画面は先頭の1号車です。10キロの長丁場、さらに勝負を確実にしたいと言わんばかりにグリゴリエワがある一定のペースで刻んでいます。この最近の1キロは3分17秒、まあ、決してそんなに速いわけではないんですけれども、先ほど角田アナウンサーの日本の渋井の5キロの通過タイムとはほとんどが並ぶぐらいという形のペースで走っています。宮原さん、そうですね、リズムはだいぶ取れてきましたね。ペースは安定してきてますが、はい、やはり少々右足のですね、運びがですね、左足の運びに比べると若干ずれてますね。そうなんです。また先ほどちょっと右の脇腹を抑えて再三鼻を噛んでいるんです。右脇腹がの痛みがですね、右の座骨とかに響いてくる可能性もこういう寒い日にはよくあるんですね。あるかもしれませんね。でも久しぶりに強いロシア、旧ソビエト戻ってきた感じがいたします。88年のソウルオリンピックでは女子マラソンで金メダルを取ったオルガ・ボンダレンコ、横浜でも大活躍しましたが、そうでしたね、あの頃の強いイメージがまた戻ってきたと。そういうことですね、ただ今回は何があるか分かりません。幅3メートルほどの小さな川だった堀割川です。当時はウナギがたくさんいたといいます。現在では毎年10月にカヌーフェスティバルが行われています。その八幡橋を先頭のロシアグリゴリエワが通過していきます。ここでまた後続日本、ルーマニア、中国との差を確認したいと思います。先頭はロシアのグリゴリエワ27歳。まあ、夫のバレリーさんはロシア国内では有名なマラソン選手で最高のスポーツマスターの称号を受けているそうです。おそらく体調は万全ではないと思われますが、しかしもうあとはまたやはり鼻を噛んでいます。あとまた脇腹を抑えてますね、川村さんね。そうなんです。これがですね、もうこの区間で通算6回目脇腹を抑えていることになるんです。したがってまあ1キロに1回抑えているということになります。さあ横浜の中心部へとランナーが戻ってまいります。さあそれではゴール地点横浜スタジアムの様子を聞いてみましょう。松本さん。はい、選手を待ち受ける横浜スタジアムです。すでに日本ナショナルチーム1区区間賞でいいスタートを切りました上野理恵選手が戻ってきています。現在鈴木秀夫監督とともにオーロラビジョンでロシアを追いかける日本渋井選手の走りを見つめています。さてこちらの横浜スタジアムでは先ほどまでスポーツウルトラクイズが行われていました。選手たちがゴールに帰ってくるまでの間、丸バツクイズや3人4脚などのアトラクションが行われまして、そのクイズの優勝者の方に横浜市の高秀秀信市長よりニューヨーク往復ペア航空券が贈られています。ありがとうございます。3度目の正直ですね。いやー素晴らしい。ここ横浜スタジアムに最初に飛び込んでくるのはロシアでしょうか、それとも日本巻き返しになるんでしょうか。こちらが勝負を決めるフィニッシュラインです。さあそして日本の渋井陽子が今八幡橋を通過していきます。トップとの差は1分40秒、ここまではほとんど変わっていません。後半型の渋井、まあ、10キロを走らせたという一つの原因は5キロよりも10キロ長いコースの方が渋井の持ち味が出るということですから、後半追い上げてほしいですね。さあその表情はどうでしょうか。2号車です。沿道からロシアは厳しいぞという声で渋井も少しペースを上げてきています。6キロの通過が19分28秒でした。この1キロのラップは3分12秒です。
渋井陽子です。スタートした時に青空だったんですが、もうこの国道16号線の空はどんよりとした雲に覆われています。でも雨は上がりました。渋井陽子今少し下を見ています。しっかり走り始めています。まもなく7キロです。はい、あの大阪国際マラソンが終わって状況に変化があったでしょうと質問しますと、あの地元栃木県で全身黄色いウェアで目立つ格好をして練習しているそうなんですが、沿道から誰も声をかけてくれなかったとちょっとがっかりしましたので、まあ周りの人もね声をかけづらかったかもしれませんが、さあ待ち受ける第5中継所はどうでしょうか。河合さん、しっかりと雲に覆われた本目通り、風も一層冷たくなってきました。この第5中継所でロシアを追う日本の渋井を待ち受けるのはチーム最年少の福士加代子です。練習は苦しいから嫌い、でもいい成績を残せた時の快感がたまらないから走るんですと話していた福士加代子、今日もその快感を味わうため着々と準備を整えています。さあその18歳の福士、レース前のインタビューを見てみましょう。日の丸に対する意識っていうのはありますか。責任はありますね。なんか頑張ろうっていう。フィニッシュラインでのポーズなんてのはもう決めてるんでしょうか。手を挙げようかなと。それだけですか。別に他に何かこう。そうなったりですね、はい、まだ18歳です。さあ4位の中国高長華がやってきました。日本が通過してルーマニアが通過して、そして今中国が八幡橋を通過していきます。その差は3分43秒です。この中国に矢島さんがつけていますか。はい、先ほどですねこの東長華後ろを振り返る素振りを何度も見せているんですが、この直線道路双眼鏡を使っても後ろの近畿は見えません。現在第4位を走る東長華です。中国は去年一昨年と連続で4位でした。現在この東長華がキープしているのが4位、このままこの4位に甘んじてしまうんでしょうか。中国が現在第4位です。これだけ差があって増田さん、はい、後ろを気にするということは本来の調子ではないということでしょうね。そうですね、まあ、それで追い上げたくても前との距離も随分開いてますからね、視界に入らないとやっぱりちょっとこう力湧いてこないですよね。はい、さあ日本はどうでしょうか。渋井陽子です。7キロ地点に所属する三井会場の応援団がありました。頑張れ渋井陽子、それが10キロのうちの7キロからが強いという渋井陽子へのスパートをかけろという合図だったんでしょうか。7キロ地点を22分54秒で通過した渋井です。先頭はロシア、そして日本の渋井、残りがもう2キロを切っています。2001横浜国際女子駅伝、いよいよ終盤になります。先頭ロシア、日本の守備が追っています。2001横浜国際女子駅伝、それではレースの状況を整理しましょう。まず1号車川村さんです。はい、完璧な一人旅になりましたが、その表情は非常に苦しいものになっています。眉間に深くしわ寄せています。そして先ほどから再三右の脇腹をぐっと抑える仕草をもう何回も見せているんです。この寒さのために体がこわばっているんでしょうか。ただ何としてもここまで4区までのランナーが運んできたこの襷トップで受け取りました。それをやはり交代させることは許されない、決して万全のコンディションではない中で何か意地の力走という形です。はい、続いて2号車は角田アナウンサーです。2位の日本です。渋井陽子です。164センチ46キロ21歳、足のサイズが26センチと女性にしてはちょっと大きいんですが、その大きな足で一歩一歩前を行くロシアを追っています。8キロを26分33秒で通過しました。さらに3号車は矢島さんです。はい、日本から遅れること200メートル、これが第3位のルーマニアです。カメリア・アリナ・ゲラシム。そのルーマニアの後ろに目を転じましても中国の姿は見えません。前にも後ろにも選手が見えないルーマニア、現在第3位を走っています。画面は再び2号車に戻りました。現在渋井は歩道寄りを走っています。中央車線寄りを走っています。失礼いたしました。渋井陽子です。一人旅が続いています。最初は3分10秒で刻んできたんですが、この7キロから8キロを3分18秒で走りました。マカドの交差点ももう過ぎました。渋井陽子です。
寒いんでしょうか、時折鼻を手で拭く姿が見られます。少し手をだらんだらんと下げました。まあ、何でもよく食べるそうなんですが、レース前は必ずバナナを食べるそうなんですね。いいですよね。バナナはいいと聞いたんで食べ始めて、はい、なんとなくいつも食べているうちにバナナを食べるとレースなんだというそんな気分になるそうなんですよ。なんか何事もそういうふうにこう明るく持っていくところが渋井さんらしいですよね、はい、でもなん、なんといっても大好物はそれでもですね、チーチク、まあ、ある雑誌テレビで言いますと、このちくわの中に入チーズが入っているチーチクが合宿所にいっぱい送られてきて、最近はハッピーなんですとそう話していました渋井陽子です。そういった意味では良かったですよね、はい、なんかでも走り見てますとね、自分のイメージの状態でない走りにちょっとこう葛藤しているような表情してますね。いやそのあたりのもがき苦しみがまた一回り渋井の成長につながるんでしょう。さあ残り 500m を切りましたね、川村さん。はい、切りました。ただその苦しそうな表情依然として変わりませんね、宮原さん。そうですね、少し鼻をこう触る仕草が増えてきましたよね、決して万全なコンディションではないんでしょう。ただこの10キロの長丁場、ひたすら自分と戦ってまいりました。このナンバーカード8番ロシアのグリゴリエは現在27歳、まさにこれまで数々の先輩たちが今まで築いてきた旧ソビエト連邦時代からの栄光の歴史、それをこの今回のロシアのナショナルチームはしっかりと受け継いでいます。また盛んに鼻のあたりに手をやりました。また自分の呼吸を少しでも今苦しい、それをなんとか楽にしたいというもがき苦しみが伝わってまいります。ただここまでしっかりとトップでこの黄色いタスキ、何かちょっと光り輝いて見えます。上空は曇り空、しかしその寒気の中を切り裂くように今トップでいよいよタスキをリレーしようというロシアです。この苦しい表情で走り切りましたロシア、素晴らしい走り。待ち受ける第5中継所、川井さんです。2月の横浜を彩るのは三景園の海の花、そしてもう一つがこの横浜国際女子駅伝の女性たちの走りです。21世紀この第5中継所に最初に姿を見せたのはロシアです。83年の第1回大会では旧ソビエトとして圧倒的な強さで優勝、計5回の優勝を果たしていますが、95年を最後に表彰台からも離れています。さあそのロシアが今タスキを渡しました。タイムは1時間57分47秒、これは99年に日本ナショナルチームが大会記録を出した時よりも早い通過タイムです。これは大会記録の更新になるかもしれません。ロシアがトップで通過です。これはもう大会記録の更新はほぼ間違いありません。さあ追ってくる渋井、助けを受けた時には1分38秒の差でした。画面は2号車です。第5中継所まで残り 450m となりました。日本の渋井陽子です。脇を締めてしっかりと走っています。もう前を見つめています。164cm、46kg、21歳の渋井陽子、日本のエースです。沿道から大きな声援が上がっています。日本の渋井、初マラソンで世界最高タイムを叩き出しました。高橋尚子で20世紀を締めた渋井女子マラソン、そして21世紀はこの渋井陽子とともに女子マラソンのその幕が開きました。日本の21世紀を支えるその中心ランナーになるでありましょう、日本の渋井陽子。今回は体調は万全ではありませんでした。しかしこの走りをまた自分のマラソンにつなげたい、そう話していました。さあ待ち受ける福祉、その表情は変わりました。川井アナウンサーです。第5中継所では日本の渋井を一目見ようとたくさんの沿道のお客さんが小旗を振っています。さあその渋井の姿が見えてきました。中国昆明での合宿疲れがまだ残っているが必死に走りたいと話していた渋井陽子、その言葉通り必死な走りを見せています。さあその福祉を待ち受けるのは日本チーム最年少の福祉佳代子です。目標はズバリ1位と話していたその福祉佳代子に今タスキが渡りました。トップとの差は1分50秒、第4中継所よりも10秒ほど遅れましたが渋井第2位でタスキを渡しました。さあ18歳の福祉、この18歳という底知れぬパワーに日本の命運、1分50秒の差というのはほぼ絶望的ということが言えるんですが、これはもう18歳という未知の力にかけるしかありませんね。かけたいですよね。また表情もなんかこうやりそうな表情してますものね、随分早いオーバーペース気味で言ってますよ、はい、さあルーマニアも来ますね、川井さん。はい、ルーマニアが3番目に姿を現しました。ルーマニアは過去2位が4回という成績を残していますが、まだ優勝の経験はありません。しかし今年も3位でこの第5
ード中継所タスキリレーをしました。3年連続の表彰台に向けてルーマニアが3位で通過です。さあルーマニアのアンカーがスタートを切りました。カサンドラ大学生です。ロシア、日本、ルーマニア、この3チームがタスキ渡しを終えています。まあとにかく日本としてはこの福士ですね、18歳、彼女がもう今オーバーペース気味に入ったという話がありましたが、はい、この際自分のレースとは関係ない思い切ったレースをするしかありませんね。そうですね、やっぱり福士さんは苦しい時に笑える選手になりたいってことをいつも考えている選手なので、はい、特に今日はそういう気持ちで走っていると思いますね。とにかくもう失うものは何もないという状況でスタートしました。3月になりますと19歳になります。まだ18歳、しかし日本ナショナルチームのユニフォームを着ました。この日本の福士が現在2位、前を行くのがロシア、ロシアのアンカーはエゴロワ、シドニーオリンピックでは8位入賞を果たしている選手です。画面はその先頭のエゴロワに変わりました。日本の福士にも意地があるとすればやはりこのエゴロワにも意地があります。最初の1キロがなんと2分54秒というまさにこれは自分のペースを度外視しての入りになりました。その力強さは変わりません。懸命に両の手を振ります。少しタスキのかけ方が変則的なんですがなんとかうまくかけようとしたんですけれども結局この形に落ち着いています。視線を落としているこのエゴロワです。2001横浜国際女子駅伝アンカーに入りました。ロシアがトップ、待ち受けるロシアの選手には表情余裕あります。そして日本も待っています。アンカーに入っています。最初に1キロの入りがロシア、先輩、そのレシートくださいよ。あ、これいいよ。じゃん、今セブンイレブンのレシートでボスザウルスが当たります。サントリーボス全品など対象の飲み物7本以上を含む2500円分のレシートを集めてご応募ください。セブンイレブンだけのオリジナルボスザウルスが抽選で1000名様に当たります。セブンイレブンで集めて当てよう。セブンイレブンいい気分。セブンイレブンスポーツスペシャル、エリとマリの頑張れ女子駅伝優勝チーム当てクイズ。今大会の優勝チームとご希望の商品名などを記入してご応募ください。抽選でトヨタアレックス XS150、 シャープ液晶カラーテレビアクオス、ミズノアスレチックウェアとウェイブライダー2001のセット、リプトンレッドストレート T1 ケースなどが当たります。また惜しくも抽選に漏れた方にもセブンイレブンでお買い物ができる今大会オリジナルプリペイドカードが3000名様に当たります。ふるってご応募ください。ではセブンイレブンからお知らせです。種類いろいろセブンイレブンのデザート、生クリームを絞った大きなプリン、たっぷりクリームプリン、口どけが自慢のティラミス、チョコレートケーキ、スイートオペラなどセブンイレブンでお気に入りのデザートを見つけましょう。セブンイレブンから嬉しいお知らせ。飲み物買ってきたよ。ありがとう。じゃん、今セブンイレブンのレシートでボスザウルスが当たります。サントリーボス全品など対象の飲み物7本以上を含む2500円分のレシートを集めてご応募ください。セブンイレブンだけのオリジナルボスザウルスが抽選で1000名様に当たります。セブンイレブンで集めて当てよう。セブンイレブンいい気分。さあアンカーに入っています。画面は1号車です。先頭のロシアのエゴロワです。このタスキのかけ方にあるか、はい、ロシア全般なんですけれども各選手ちゃんとマスターしてますね。まず中継点でタイムを押して、そしてタスキをかけて絞ってパンツに入れる。なるほど、その手順がしっかりできている、ね、駅伝を実に研究しているというロシアです。さあ日本の福士はどうか。角田さん、1キロを3分8秒で走りました日本の福士加代子です。160センチ、44キロ、18歳です。高校1年生の時から陸上を始めて4年目です。初めての横浜で日の丸をつけました。苦しい時でも笑顔で走る選手になりたいと高校の子田中光さんが言っていました。それをモットーにしています。相当厳しく追っています。さあその日本を追っているのはルーマニアです。はい、その福士の後ろ 200m にルーマニアのクリスティーナ・カサンドラ、旧姓イロク、もう日本のファンの皆様にはおなじみでしょう。横浜は5回目です。
まだ横浜では優勝がないルーマニア、横浜では無冠の女王です。現在第3位を走っているルーマニアです。まあ、男性のスポーツと言われている 3000m 障害物のその女性の世界記録を持っています。まあ、オリンピック種目になるであろうと言われていますが、パワーがあるんですよこの人は。本当に筋肉のバランスが取れた走りですよね。はい、そのカサンドラが日本の福士を追いかけて、日本の福士がその前のロシアのエゴロを追うという、そのアンカー勝負になりました2001横浜国際女子駅伝。画面は1号車です。相変わらずその表情は淡々としています。まさにロシア、これから7年ぶりの優勝、旧ソビエト連邦時代から数々の栄光の記録を打ち立ててまいりました。そこを狙おうかというアンカー、今しっかりと弱いつけているこのエゴロは視線は下に落としておりますが、またこの区間の記録を従来のものを上回ると言っていい素晴らしいペースで飛ばしています。まさに快走です。わずか2時間前、17人が集団となって渡った山下橋を今ロシアのエゴロが渡っていきます。セブンイレブンスポーツスペシャル2001横浜国際女子駅伝、横浜の中心地にロシアエゴロワーが戻ってきました。山下公園通りは文字通りビクトリーロードです。日本からアメリカへ太平洋を幾度となく横断した氷川丸がその怒りを下ろし安息の地となったのがここ横浜山下公園でした。その氷川丸の眠りを打ち破ったのが横浜国際女子駅伝、今から18年前のことです。以来静かにランナーたちの息遣いを聞いてきた氷川丸は誰よりも世界の女性たちの成長を知っています。そして21世紀となった今回も改めて世界のその素晴らしいランナーたちを優しく迎えています。横浜港を出入りする船舶の道しるべとして光り輝いてきたマリンタワー、今回はロシア陸上大国の復活を高らかに宣言するその証人となります。山下公園通りにロシアのエゴロワが戻ってきました。アンカーのエゴロワ、1区クレムリョバから2区ペトロワ、3区ザドロージュネア、4区トマチワ、5区グリゴリエワ、中でも3区のザドロージュネアは素晴らしい区間新記録を樹立しました。一つのタスキで一つのチームが結合する、まさに今回はロシア、かつての陸上帝国、その王国の強さを高らかに打ち鳴らした復活のアピールと言えましょう。これまで旧ソビエト連邦時代からこの横浜、優勝は今回で6回目、7年目の優勝がもう手に届く範囲にやってまいりました。かつて数々のエリート養成システムがあった旧ソビエト連邦、ただそれが東西の融和、そしてその崩壊がありました。数々のランナーがなかなか力を伸ばすことができなかった。ただ新たな体制で、新たなスタイルでこれからさらに力を伸ばしていこうというロシアの一つのアピールです。さあ追っていく日本の18歳、福士はどうか。中間点を8分9秒で通過しました18歳の福士加代子です。日本女子長距離陣の新しい力が先輩たちを作った確固たる長距離の地位を守るために海外チームに向かっています。前を行くロシアを追っています。ひるんではいません。しっかりと手を握りしめて、時折手をだらーんと肩の力を抜いて前を見つめています。18歳の福士加代子です。そしてその日本を追うのは3位ルーマニアです。はい、ルーマニアのカサンドラ、中間点の通過が8分7秒、日本との差は 200m のはずなんですが、カーブがあるため前の福士の姿を捉えることはできません。現在第3位のルーマニアです。山下橋に間もなくかかるところです。画面は1号車に戻りました。7年ぶりの優勝を目指してロシアのアンカーエゴロワがひた走ります。この7年のブランク、それがすなわちこのところのロシアチームの苦悩を物語っています。今若干このロシアのこれからトップでのスタジアムに入るその瞬間を祝福するかのように映りがさしてまいりました。宮原さん、そうですね、少し暖かくなってきた感じがしますね。もう体中が真っ赤になって、しかしもう全身バネ、そうです、日本でいうと 1500m とか 400m の選手にも筆頭するようなこの体型、6歳の娘さんのママとは思えないですね。さあいよいよカーブを左に取って、これから栄光のビクトリーロードに向かいます。ロシアのエゴロワ、しっかりとアンカーの役目です。ロシアエゴロワの前方に栄光のゴールが待つ横浜スタジアムが見えてまいりました。スタジアムではロシア優勝の瞬間を待つ各ランナーが戻ってまいりました。スタジアムのモニターを見て笑顔も見えます。そして日本の各ランナーも見つめています。日本の福士を待っています。
83年第1回優勝以降、85年、87年、91年、94年、この5回の優勝があります。横浜といえばソビエト連邦、 CIS 独立国家共同体、名前が変わってさらにロシアでした。カザンキナ、ドンダレンコ、ロマノワ、キラボシのごとくスーパースターがこの港横浜を駆け抜けました。しかし最近は5位、4位、7位、そして去年はついに8位まで順位を下げてしまいました。90年代後半、20世紀最後はすっかり日本にその主役の座を奪われ返されてしまいました。しかしそのロシアが今回は見事な走りを演じました。日本の高橋、そして川上優子、2人のオリンピックランナー、さらには初マラソン世界最高を叩き出しました渋井陽子、日本も史上最高のメンバーを揃えました。しかしここまで追い上げてもその差は縮まるどころか広がるばかりでした。ロシアは一人一人のランナーがその全ての力を存分に発揮しました。そして日本が打ち立てました20世紀に打ち立てた大会記録、2時間15分6秒というその大会記録の更新は間違いありません。緑の絨毯はロシア陸上大国の復活を遂げるビクトリーロード、緑のビクトリーロードに乗ってロシアのエゴロはさあマラソンゲートをくぐります。かつての横浜の顔ロシアが帰ってきました。2001横浜国際女子駅伝、プリムラに囲まれましたビクトリーロードには7年ぶり6回目の優勝を狙うロシアのアンカーオリガ・エゴロワです。大会記録更新は間違いありません。この大会の記録は99年に日本が打ち立てました2時間15分6秒です。さあどのくらいこの記録を更新するんでしょうか。ソビエト時代から通算5回の優勝は優勝7回の日本に次ぐ好成績です。しかしこの7年は優勝から、この5年は表彰台からも遠ざかっていました。今年はその力を見せつけます、意地を見せつけますロシアです。2区のペトロワがトップに立ってから3区ザドロジュナヤが区間新記録、それからトマチュア、グリゴリエワとつないでアンカーエゴロワです。さあ優勝までのあとわずかです。両手を上げました。7年ぶり6度目の優勝です。今ロシアゴールテープを切りました。時間は2時間12分50秒2時間12分50秒です。大会新記録。さあ1区を走ったクレムレバ、そしてロシアの選手がみんな今喜んでいました。走り回っていますこの横浜スタジアム、区間新記録、6区を走ったエゴロワも区間新記録を出しました。3区を走りましたザドロージュナヤと6区のエゴロワ、2人の区間新記録出していますロシアです。強さを見せつけました。はい、さあ画面は2号車です。日本は残り 800m のところを走っています。日本の福士加代子18歳です。 5000m のベストタイムは高校時代は16分40あったんですが、実業団に入って半年間に1分以上短縮しました。それから世界ジュニア選手権代表にも選ばれた福士加代子です。今年になって台頭してきた新戦力、今日は少し苦しい走りです。口から大きく息を吸っています。自分のタイムを時計でチラッチラと確認するたびに、あーという失敗したなというような表情も突然見られました。頑張っています日本のこれからの力です。18歳の福士加代子です。 700m になりました。大いなる可能性を秘めた18歳の福士加代子です。確かにまだ福士の名前を知っているのは陸上関係者に限られているかもしれません。しかし思い起こしてください、95年東海北陸代表として出場して区間12位に終わった高橋尚子も当時はまだ全くその名前を知られていませんでした。時折声が聞こえてきます。しかし高橋尚子もそこから世界を知り、世界へと羽ばたき、世界の頂点へと駆け上がっていったのです。そういえば去年快走を見せました渋井陽子もまだ去年この横浜を走った時にはこれほど知られた存在ではありませんでした。誰もがその才能を認める、豊かな才能を持っているチーム最年少の18歳の福士、一刻も早くスタジアムに戻ろうという赤いタスキを左の肩から右に掲げています。ずっしりと重いそのタスキを肩に、2年ぶり8回目の優勝を狙った日本は今2位で横浜スタジアムで向かっていきます。緑の絨毯一歩一歩踏みしめていきます。初めて世界と対戦し世界の壁を知った福士、横浜スタジアムに戻ってまいりました。2位は日本です。2年ぶり8度目の優勝を狙っていました日本、しかし2位でこの横浜スタジアムに戻ってきました。去年は22秒差でケニアに6連覇を阻まれ悔しい思いをした日本、今年は絶対に優勝と期待が高まったんですが、前にロシアに
行かれました。しかし今1区を走った上野、高橋、吉田チームメイトが笑顔で迎えていました。初めての横浜でいきなり日本代表のアンカーを務めた18歳の福士、代表として日本中の後押しを受けてアンカーです。そして今 3位でルーマニアが飛び込んできました。ルーマニアのクリスティーナ・カサンドラです。さあしかしその前にいるのは日本です。2位のゴールテープまで残り 100m を切りました。95年から99年、5連覇を成し遂げた日本、去年は悔しい2位、今年も悔しい2位、しかし力強い走りを見せますアンカーの福士加代子です。日本中の応援を受けて今2位で福士がゴールテープを切ります。今日本2位でゴールイン。時間は2時間16分13秒です。トットの差は3分26秒でした。アンカー福士頑張りました。必死の顔で頑張りました。そして3位のルーマニアが間もなくゴールテープを切ろうとしています。あ、今日本のアンカー福士がチームメイトに迎えられました。鈴木監督も迎えていました。そして 3位のルーマニアです。クリスティーナ・カサンドラ、悲願の初優勝を狙っていたルーマニア、今3位でゴールインです。時間は2時間16分40秒。過去10回2位4回3位2回のルーマニア、常に優勝候補と目されていましたが今回も3位のゴールインでした。さあこちらは日本のアンカー福士です。18歳の福士、力強い走りを見せました。さあ今回のレース、快晴のスタートを切った2001横浜国際女子駅伝、1区先頭は日本でしたが2区でロシア、ペトロワが5人抜きで先頭に立ち後続を引き離しました。後半に入って向かい風、雪まで降る天候の中でしたがロシアが独走の度を深めました。こちらがその優勝のロシアです。2区から5区まで区間賞、圧倒的な力を見せたロシア、大会記録を大幅に更新してロシアが7年ぶり6回目の優勝を飾っています。結果としてロシアは2区から6区まで区間賞、そして大会新記録と素晴らしい記録を残しました。そしてこちらが2位の日本です。アンカーの福士、そしてサブの土佐の顔も見えました。そしてこちらが3位のルーマニアです。アンカーを走ったクリスティーナ・カサンドラを中心に今記念撮影でしょうか、笑顔を見せています。続いて入ってきたのが4位の中国です。4位の中国、アンカーの陳鵬が今横浜スタジアムに入ってきました。放送席、見事優勝を決めましたロシアチームの皆さんに来ていただきました。まず2区トップに押し上げた原動力になりましたペトロワ選手です。おめでとうございます。スパシバ、ありがとうございます。素晴らしい走りでしたが何人抜いたか覚えていますか？ブイポムジです。コリカチャルベクブイバグナーリ。おい、я не помню. Я помню, что были впереди, где-то троих я помню.И я вот задачу поставила, нужно сразу догнать, отсидеться и дальше уже как получится. 実のところ覚えてないんです。多分3人ぐらい前にいたと思います。私に課された課題はとにかくトップに立ってそのまま、レースを維持していくことでしたので、そのことができたので良かったと思っています。はい、そしてその隣には3区、なんと33秒も区間新記録を更新しましたザドロー・ジュナヤ選手です。おめでとうございます。おはようございます。おはようございます。素晴らしい記録に日本中が驚いています。アンカーのエゴロワ選手、今今回は一番ロシアで一番強いチームを連れてきました。95年に勝って、優勝してその以降これまで勝つことができませんでした。今年勝ちましたし、これからもまた勝ちたいと思います。大会新記録2分以上更新して優勝しました。見事な優勝、ロシアチームにお話を伺いました。さあ続いて日本ナショナルチーム5区を走りました渋井陽子選手に来ていただきました。お疲れ様でした。ありがとうございます。
去年に続いて前を追う展開になりましたね。そうですね、きつかったです。1分以上差があったんですが、たすきをもらったとき、まず何を考えましたか？まずはちょっと落ち着いてだんだん追っていこうと思ったんですけど、ちょっと追えなくて、まあ、しばらくマラソン中心でやってきたんですが、久しぶりの10キロのレースはどうでしたか？そうです、もうマラソンよりきつかったです。どういった点がきついんでしょうか？こう軽くなるところがないっていうか、もうきつくなったら終わりみたいな感じで、はあ、これで横浜は2年連続の出場なんですが、去年と何か違うことはありましたか？沿道の皆さんの声が一段とすごくて、はあ、もうもっと前早く追いつけとかこう喝を入れてもらって頑張ろうと思ったんですけど、はい、すいませんかなり声援も大きかったようですね。はい、もう皆さんの声で、はい、走ることができました。さあ、これからなんですが、またマラソン中心の練習に戻るんでしょうか？はい、そうです。次の目標を聞かせてもらえますか？世界選手権でメダルに届くように頑張ってトレーニングしていきたいと思います。惜しくも2位でしたが、5区を走りました渋井陽子選手にお話を伺いました。インタビューの間に中国、九州、東海、北陸、近畿がゴールテープを切っています。中国は3年連続で表彰台を逃しました。そして現在横浜スタジアムのバックストレートにはウクライナ、そして横浜スタジアムには地域選抜関東東京が入っています。日本選手に憧れ、日の丸に憧れる選手たち、地域選抜の選手たちがすでに4チーム横浜スタジアムには戻ってきています。そしてこちらがウクライナです。今ウクライナが8位でゴールテープを切りました。そしてバックストレートから最後の、コーナーまで、コーナーに関東東京がかかっています。アンカーの大木彩子です。埼玉栄高校1年生16歳のアンカーです。さあ、次の日本代表を目指す地域選抜の選手たちです。大木彩子、関東東京、今9位でゴールテープを切りました。すでに地域選抜4チームゴールテープを切っています。そして続いて見えるのはイギリスです。イギリスです。イギリスが現在10位でゴールテープを切っています。2時間23分5秒。そしてケニアです。去年の優勝チームケニア11位です。海外チーム初の連覇を狙っていたケニア11位で今ゴールテープを切っています。はい、いやケニアも最後もものすごい追い上げを見せました。2001横浜国際女子駅伝優勝は日本、そしてロシアでした。お知らせの後、激闘のハイライトをご覧いただきます。Drive your dreams. もう一つのクラウン、アスリート。あなたが青春時代のことを考えないのは、それを失ってないからよ、きっと。大人が遊ぶ高級車、クラウンエステート。Drive your dreams。今までの自動車保険を超えた自動車保険と聞いていますが、はい。家族みんなを交通障害から守るとは本当でしょうか？はい。自動車保険なのに？もちろん。あ、うん。そこまでやるか？詳しくは三井会場代理店へ。三井会場の新自動車保険は自転車、電車、飛行機などの事故までも保証します。自動車保険なのにですか？もちろん。そこまでやるか？誰だ？比べてお得、今すぐ三井会場代理店へ。サウルスの虜、ビデオも音楽もインターネットもこれ一つ。サウルスときめきシャープ。サウルスの虜、ビデオも音楽もインターネットもこれ一つ。サウルスときめきシャープ。先輩、そのレシートくださいよ。あ、これいいよ。じゃん、今セブンイレブンのレシートでボスザウルスが当たります。サントリーボス全品など対象の飲み物7本以上を含む2500円分のレシートを集めてご応募ください。
セブンイレブンだけのオリジナルボスザウルスが抽選で1000名様に当たります。セブンイレブンで集めて当てよう。セブンイレブンいい気分。セブンイレブンスポーツスペシャル2001横浜国際女子駅伝今スタートしました。上野が出ました。日本ナショナルチーム期待の第1区の走者上野が出ました。さあ今日本が5年連続でトップで襷を渡しました。今高橋を後続が捉えようというところ。近畿選抜の西村美幸今先頭をかわしました。ロシアのペドロアが2位現在3番手に下がったのは日本ナショナルチームの高橋。強豪ロシアが今トップで襷リレー、そして日本が3位です。トップとの差15秒。1キロ地点で日本が2位に上がりました。日本の吉田香織です。ザドロージナヤからトマチワが今たすきが渡りました。ザドロージナヤ区間新、日本が第2位でたすきリレー。日本川上優子です。徐々にペースを上げて前を行くロシアを追いかけます。ロシアが1位で第4中継所通過です。渋井が今手を上げて合図を送りました。川上優子から渋井陽子に今たすきが渡りました。渋井陽子日本のエースです。沿道から大きな声援が上がっています。ロシアが今たすきを渡しました。今たすきが渡りました。7年ぶり6回目の優勝を狙うロシア、今ロシアゴールテープを切りました。今2位で福士がゴールテープを切ります。今日本2位でゴールイン。時間は2時間従来の記録をものすごく更新しました。2分16秒更新したロシア優勝です。さあそれではレースを間近で見てきました第一中継車にレースを振り返ってもらいましょう。宮原さん、川村さん。はい、宮原さん、ロシア強かった。やはり持ちタイムナンバーワンでしたからね。底力を発揮してくれましたね。そして日本について一言お願いします。そうですね、次の世界選手権内定の2人が元気な姿を見せてくれました。でオリンピックこれから向かってまた新たな旅立ちの姿を、ね、見せてくれたんで少し安心しました。そうですか、分かりました。以上です。船越さんどうぞ。はい、日本は増田さんこれで2年連続優勝したということになったんですが、日本のレース振り返っていかがでしたか。やっぱりなんて福士さんですね、はい、最後ちょっと足を引きずりながらしてましたよね、新スプリントを痛めて。でもあそこまで頑張れたのは女性トレーナーのね伊藤瑞香さんっていう方がちょっと今病気なんですよね、はい、足は痛いんだけどもでも自分の足でちょっとの勇気を与えてあげたいという気持ちで走れてよかったなと思います。またこの悔しさが来年につながっていくと思います。そうして無理して頑張っていくことがまた一つの成長につながるということもあるんですね。はい、そして今年も地域選抜のチームが近畿を中心に頑張りました。ロシアが優勝しました。日本は2位。そしてこの通り今年もまた2区から6区までロシアが区間記録を独占したということになりましたが区間新記録が2つ生まれました。まあ、日本の高橋千恵さんにとっては悔しいレースだったかもしれませんがこの悔しさをまた春のトラックから世界選手権さらにはアテナのオリンピックへつないでほしいですね。そうですね、駅伝というのはそういった意味でも何かこう悔しさを力にするきっかけを与えてくれる大会だと思いますね、はい、港町横浜が世界から日本に初めて紹介したものには数の限りがありません。アイスクリーム、ビール工場、クリーニングに歯医者さん、そして逆に横浜から海外に輸出されたのがこの駅伝競争です。横浜の姉妹都市ウクライナのオデッサでは毎年こうした大会が行われています。その名も駅伝。21世紀日本のそして世界の女性たちはこの襷を受け継いでどこまで速くなっていくのでしょうか。